日本のブス代表のお姉ちゃん、生きてる？10年ぶりに連絡してきたと思ったら何？今実家にいるんで、連絡してあげないとかわいそうかなって。アイドルになるって高校卒業と同時に家飛び出していったのに、いつの間に帰ってきてたの？ちょっと前かな。お姉ちゃんに会ってないからどうしてるのか気になってさ。それなりに元気よ。ふーん。なんか結婚したんだって？4年前にね。お父さんたちから聞いたの？うん。そういうことは教えてよ。籍入れただけだし、わざわざ知らせることでもないかと思って。え、結婚式してないの？もしかして旦那さん超貧乏とか？違うわよ。夫は軽井沢にあるホテルの社長してる。仕事が忙しかったから式はやめたの。玉の輿じゃん！どんな贅沢してるの？会社経営してるからって贅沢三昧なわけないでしょ。子供いるから貯金だってしてやりたいし。つまんない。豪華なパーティーとか遊園地貸し切ったりとかあるでしょ。社長夫人とかに夢見てるタイプ？もちろん。まあでもお姉ちゃん程度ならそういう扱いでもいいって男の人は思うのかな。嫌味のつもり？地味だし、隣にいても花がなくてつまんないし、何かしてあげたいとは思えないもんね。自分は違うって言いたいの？そりゃそうでしょう。東京にいた時だってモテて大変だったんだから。口が悪くても騙されてくれる人ばかりでよかったわね。男の人が何でもしたくなっちゃうくらい私は女として魅力的なの。お姉ちゃんには縁がない話か。夫は大事にしてくれるし、モテなくても困らないわ。本当かな。そんなこと言って夜の方はご無沙汰なんじゃない？夫婦のそういう話、下世話だと思わないの？あ、図星だった。ごめんね。もう少し年相応な言動したら？うっざ。お姉ちゃんはつまんない。おばさんだから大人の対応を求められるのかもしれないけど、私は可愛いからありのままでいいの。一緒にしないでくれる？何それ。東京はキラキラした場所なの。アイドルは諦めたけど、毎日いろんな男に可愛いねってチヤホヤされて、女として最高の生活をしてたわけ。へえ。だから長野の田舎で子育てしかやることがないお姉ちゃんとは女としての格が違うんだよね。ああそう。本当のことって傷つくかもしれないけど、私そういうの素直に言っちゃうからさ。ただ失礼なだけなんだけどね。お姉ちゃんも少しは女磨かないと捨てられちゃうかもよ。余計なお世話。社長だって言うし、私が奪っちゃってもいいんだけど、特別にアドバイスしてあげようか？いらない。怒らせたいわけ？そんなつもりないんだけどな。喧嘩売りたいだけならもう連絡してこないで。更年期怖。おばさん構うのも時間の無駄だし、もういいや。後で頼られても知らないから。あんたを頼ることなんてないわ。私は五十嵐里香、38歳です。夫の浩二と3人の子供の5人家族です。やんちゃ盛りの子供たちに困らせられることもありますが、優しく働き者な夫もいて、平凡で幸せな毎日を送っています。10年間音信不通だった妹から連絡があったことには驚きましたが、元気そうで安心しました。昔からあった人を見下すような癖がさらに悪化しているところには呆れましたが、そんな妹から再び来た連絡は耳を疑うような信じられない内容のものでした。1ヶ月後。お姉ちゃんごめん。旦那さんの子供を妊娠しちゃった。は？申し訳ないけど別れてほしい。ちょっと待ってよ。浩二と浮気したってこと？そうだけど。いつから？こっち戻ってきてすぐだから3ヶ月くらいかな。先月連絡してきた時は何も言わなかったじゃない。お姉ちゃんが浮気に気づかないから面白くなっちゃって連絡したんだよね。浩二が私の旦那だって分かってて浮気したってこと？だってお姉ちゃんなんかが社長と結婚するとか生意気すぎるでしょ。せっかくなら私がもらってあげようと思って。どうやって知り合ったの？
お母さんの携帯に電話番号入ってたから、ちょっと借りて電話してみたんだ。そんな泥棒みたいな。妹です。お姉ちゃんにサプライズで再会したいです、協力してくださいって言ったら簡単に会えたよ。くだらない。ちょっと誘ってみたらすぐ乗ってきてさ、それからは浩二の方から私に会いたいって。何よそれ。浩二が私にメロメロになっちゃったんだから仕方ないよね。あんたね、自分が何したか分かってるの？お姉ちゃんみたいな魅力ゼロな女が奥さんでいろいろ溜まってたんじゃないの？最低。お姉ちゃんひどい。てか謝ったしいいよね。許せる要素どこにもないんだけど。何回も言ってるじゃん、お姉ちゃんに魅力がないのが悪いんだって。浩二もお姉ちゃんは真面目でつまらないって言ってたよ。浩二がそんな風に？あ、ショック受けちゃった。ごめんね、でも本当のことだからさ、現実は知っておいた方がいいよね。あんたも浩二も私を舐めてるってよく分かったわ。そんなんじゃないって。そうだ、結婚式は豪華にするからお姉ちゃんもお祝いいっぱいよろしくね。人の旦那略奪しておいてズーズーしい。だって社長と結婚だよ、派手にやらなくてどうするの。お祝いしてくれる友達もいないお姉ちゃんには関係ないだろうけど。略奪女をお祝いしたい人なんているわけないでしょ。悔しいよね、ごめんね。お姉ちゃんは式挙げてもらえなかったんだもんね。いちいちムカつく言い方するわね。いいよ、浩二とは別れるし、結婚式でも何でもお好きにどうぞ。分かってくれてありがとう。私お姉ちゃんより幸せになるね。今ももう勝っちゃってるけど。幸せは勝ち負けじゃないでしょ。私には私の幸せがある。それって子供ってこと？もちろんよ。他に何があるっていうの？かわいそう、女捨てすぎ。あんたに哀れまれたくない。お姉ちゃんは愛される女の幸せ知らないんでしょう。浩二からプレゼントされたこともなさそう。確かにうちは子供優先だからもらったのは指輪くらいだけど。うわー、かわいそすぎて涙出る。私なんて会うたびにアクセサリーとかカバンとかプレゼントしてもらってるよ。もちろん全部高級ブランド。そうなんだ。私が欲しいって言えば何でも買ってくれるし、行きたいところも連れて行ってくれる。ルミのこと愛してるからお金いくらでも使えるって言ってたな。へえ、羨ましすぎて文句も出ないか。別に、呆れてるだけ。強がらなくていいって。浩二とも話し合わなきゃ。話し合うことなんてないでしょ。お姉ちゃんはもう用済み。早く離婚して出て行ってね。そうね。お姉ちゃん何もなくなっちゃうね。玉の輿だったのにどんまい。勝手に見下して満足しないでくれる？気分が悪いわ。お姉ちゃんも愛してもらえるように女磨き頑張って。今さら遅いかもしれないけど。1ヶ月後。ちょっと、子供もついてくるなんて聞いてないんだけど。何の話？とぼけないで。お姉ちゃんが子供置いていったんでしょ。あんたが出て行けって言ったからね。お望み通りじゃない。はあ、普通母親が子供も連れて行くもんでしょ。ありえない、母親失格。浩二が子供を引き取るって言ったのよ。聞いてない。これじゃ新婚生活台無しよ。そうは言われてもね。会社の跡継ぎって言うなら私のお腹にもいるし、他に3人もいらないでしょ。いらないって言われても、あの子たち私の子供じゃないのよね。は？聞かされてないの？あの子たちは浩二の連れ子なの。聞いてない、嘘つかないで。そんなくだらない嘘ついてどうするのよ。お腹のこと合わせて4児の母頑張って。ありえない。きちんと確認しなかったあんたの自業自得ね。3人も連れ子だなんて思うわけないじゃん。そもそもなんで小物付物件と結婚してるのよ。それはどうせお金目当てだったんでしょ。残念だったね、貢いでもらえないまま罰だけついちゃってさ。違うわよ、浩二の前の奥さん今は天国にいるの。
私の親友だった。え？浩二と知り合ったのも親友に紹介されたのがきっかけ。子供たちのことは赤ちゃんの時から知っていたから、浩二が一人になってからはご両親と一緒に私も面倒を見てた。そんな話聞いてない。結婚したのも子供たちが懐いてくれていたのと、浩二の仕事に向き合う姿勢とか人として信頼できる部分があったから。そんなこと言って浮気されてるじゃん。本当にね、公私ともに支え合いたいって思ったから社長にもなってもらったのに。え、何それ、工事の会社でしょ。それも聞かされてなかったんだ。何なのよ、説明して。あの会社はね、私と親友で立ち上げたの。それってどういうこと。だって工事が社長なんでしょ。そうだけど、それは親友の役職を継いでもらっただけで、私は会社の代表取締役、浩二より上の立場ってこと。え、そんな。でも社長も辞めてもらうことになるわ。どうして。あんたのおかげよ。浩二が貢いでるって話を教えてくれたおかげで気づくことができた。何の話。家庭のお金には手がつけられてないのに、浩二の貯金だけでポンポン女に貢げるとは思わなかったのよ。だって社長でしょ、お金ならあるはずじゃない。肩書きしか見てないのね。うちでの小槌じゃないのよ、限界があるわ。何をそれ。おかしいと思ったから詳しく調べてくれるところにお願いしたの。自分の旦那疑ったんだ。必要ならね。結果として会社のお金を横領していることが分かったわ。何それ、そんなことしてたの。お金持ちだからだと思ってたのに。横領した分のお金は損害賠償請求させてもらう。残念だけど逮捕も時間の問題ね。そんなことになったら私と子供はどうなるの。見捨てるってこと。子供たちに関しては私が引き取ってもいいわ。工事にとっては実子だし育てるって言うから任せたけど、あの子たちとは養子縁組しているから問題ないしね。私はどうなるの。いい大人でしょ。自分の面倒くらい自分で見なさいよ。ひどい、姉妹なのに見捨てるなんて。よく言うわ。そういえばあんた借金があったのね。どうしてそれを。誰にも言ってないのに。ついでにあんたのことも調べてもらったの。あっちこっちに借りてるのね。お願い、内緒にして。ごめん、もう行っちゃった。お父さんとお母さんもう家に入れてくれないかもね。なんで言うのよ、住むとこなくなっちゃう。お金借りてる人たちにはあんたの連絡先伝えておいたから。ひどい、どうしてそんなことするのよ。あんたがバカな真似しなきゃ私だってこんなことしてないわ。お姉ちゃんお願い、助けて。私本当にお金がないの。私には関係ない。浩二がお金持ちだと思ってカードで買い物しまくったし、貯金だってない。自業自得でしかないけど。浩二が逮捕されたらどうやって生活すればいいの。あんたが働けばいいだけでしょ。ねえ、謝るから許してよ。私たち姉妹でしょ。忘れてるかもしれないけど慰謝料もあるからね。100万円ずつ請求する。無理、お金ない、生きていけないよ。今さら何言っても無駄。頑張って働くことね。そんな。後日談。その後二人にはきっちり慰謝料を支払ってもらいました。浩二は横領で逮捕され会社もクビに。現在は養育費の支払いのため義父が見つけてきたという怖い工事現場で慣れない力仕事に心身ともにボロボロにしながら働いています。ルミは隠していた借金に加え妊娠も嘘だと発覚。呆れた両親に感動され実家を追い出されました。何でも借金は1000万円以上あるのだとか。借金返済と慰謝料の支払いのため今は風呂もトイレもないワンルームのボロアパートに暮らし、昼も夜もなく働いているようです。毎日借金取りに怯える生活に自慢の美貌も失われてしまったようで、あまりに老いた見た目に近所の子供たちの間で妖怪呼ばわりされていると噂に聞きました。私はというと、工事の逮捕騒ぎで少しざわついていた会社も落ち着き、
引き取った子供たちのやんちゃに時折手を焼きながら普通の幸せを楽しんで生活しています。お姉ちゃん、娘の保育園からまだ来てないって電話があったんだけど。は？預かってもらって悪いんだけど、朝は9時までに登園させてってお願いしてたよね。娘より仕事を選んだやつが偉そうにしてんじゃないわ。え？プロジェクトリーダーかなんか知らないけどさ、私がめいの面倒を引き受けなきゃあんた出張に行けなかったのよ。あ、ごめん、別に責めてるつもりはなくて。あんたの旦那も昨日は休み取れたくせに、なんで今日は無理だったの？大事な会議があるからどうしても行かなきゃダメだったみたい。あんたらの代わりにお世話してやってんだからありがたく思いなさいよ。気に障ったなら謝る。ただ何かあったのかなって。別に、ちょっと出かけることになっただけ。どこに？遊園地に連れてきてあげてるの。それは突然だね。友達にもらった入場券が今日までだったから行かないともったいないでしょ。ユキと二人？ううん、もう一人、その友達も一緒。なんか気を使わせちゃったな。気にしないで。ほら、私結婚して2年になるのになかなか子供できないじゃん。だからこういうの憧れてたんだ。お姉ちゃん。それに後からあんたにがっぽり請求させてもらうし。え、お世話代の1万円はもう渡してるよね。全然足りない。あ、そっか。出張からは明日戻ってくるんだよね。そうだよ。いくらくらいになりそう？10万。え、そんなに？遊園地で食べるご飯って高いのよ。それにしてもじゃない、ゆきちゃんも楽しそうにしてるんだからいいじゃん。仕事が忙しくてなかなか遠出もできないからありがたいけど、キャリアウーマンでバリバリ働いてるんだし、旦那も大手企業に勤めてんだからお金なんかたくさんあるでしょ。別にそんなでもないよ。ベビーシッター雇えばよかったのに、ケチよね。それも考えたけど、あの子人見知りが激しいから悩んでたんだ。そしたらお姉ちゃんが1万円で面倒見てやるって言ってくれたから、感謝しなさい。あの子まだ言葉が出てないでしょ。だから全然知らない他人より身内の方が娘のこと分かってあげられるかなって思ったんだよね。まあそれはそうかも。結果ゆきちゃんは遊園地ですごく楽しそうにしてるし。ありがとう。それなのに10万ごときで渋ってんじゃないわよ。うお金で子供の幸せが買えるなら安いもんでしょ。でも2歳だから身長制限で乗れないものも多かったんじゃない？それでも楽しんでた。後で写真送る。ほんと？嬉しい。ああ、風船欲しいってダダこねてるわ。え？地面に寝そべって足バタバタしてる。珍しい。ユキのそんな姿は見たことないわ。泣き止まないから買ってあげたよ。2万円だったからそれもよろしくね。高っ！ぼったくりじゃん。まあこっちは楽しくやってるから、あんたも仕事頑張って。それじゃ。その後姉は写真を数枚送ってくれたのですが、なぜか食べ物の写真とか2万で買ったという風船の写真ばかりで、カメラを向けると恥ずかしがるため娘の写真は撮れなかったそうです。その後姉に連絡しても繋がらず、なんとなく胸騒ぎがしていました。そんな中、出張先での仕事が予定より早く終わったので、上司に相談して私は1日早く帰宅することになったのです。姉の家に向かう新幹線の中で、なぜか得体の知れない不安に押しつぶされそうでした。そしてその嫌な予感は的中することとなるのです。数時間後。遊園地の話は嘘だったのね。はい。娘なら犬小屋にいたけど。え？出張先での仕事が終わったから1日早いけど私だけ帰ることになったの。聞いてないわよ。お姉ちゃんに何度も電話したけど繋がらなかった。あ、本当だ、着信来てる。一体どういうつもり？友人とユキちゃんの3人で遊園地に行ったけど、途中ではぐれて私たちも探してたの。嘘。あなたに心配かけたくなかったし、
どうせすぐ見つかるだろうと思って黙ってたのよ。じゃあどうして小屋に鎖でつながれてたの？さあ誰かが見つけて保護してくれたのかな。ユキ小屋の中でぐったりしてて真っ赤な顔で息遣いも荒かった。熱だって40度もある。大変。わざとらしい言い方、お姉ちゃんのせいでしょ。ガキの話じゃないわよ。枝毛見つけちゃってちゃんとケアしてたのにな。罪悪感とか全くないんだね。寝て食べたら治るって。そんなわけないでしょ。今ユキは病院で点滴を受けてる。そうなの？そういえば朝から体熱くて元気なかったかも。は？そんな状態なのに放置してたってこと？だから遊園地には連れて行ったって。放ってなんかない。どうしてそんな嘘つくの？それに40度なんて大した熱じゃないでしょ。信じられない。昔から大げさなんだよ。絶対許さないから。あんたさ、私のことばかり責めてるけど自分はどうなの？何が？そもそも不妊症の私に子供預けるなんてひどくない？何言ってんの？赤ちゃんが欲しくてもできない私に対する当てつけ？そっちが自分から預かってくれるって言ったんだよね。思いやりが足りない。すごく傷ついた。なんか話そらそうとしてない？あーつらい。あんたには慰謝料も請求しなくちゃ。意味わかんないんだけど。訴えられたくなければ100万円払いなさいよね、このクズ女が。2時間後。ねえ早くお金払ってくれない？は？遊園地代12万と慰謝料の100万円だよ。まだそんなこと言ってんの？もちろん一括ね。払うわけないでしょ。はあ？うちの子ね、言葉は出ないけどちゃんと意思表示はできるの。おばちゃんと遊園地行ったって聞いたら首を横に振ってた。ゆきちゃんが適当なこと言ってんの？じゃあうちの子がお昼に何食べたか教えてよ。あれよ、ほらオムライス好きでしょ。おかしいな、最近食べ過ぎて嫌いになったんだけど。ああそうだった、頼んだら嫌がって結局焼きそば食べてたんだった。嘘よ、オムライスが大好きなユキが嫌がるなんてありえない。はめたのね。不妊症っていうのも嘘でしょ。はあ、本当に決まってんじゃん。だって夫と排卵日に仲良くしてんのに全然授からないんだもん。それはピル飲んでるからだよね。え？今回の件お兄さんに話したの？ちょっと高尾さんは関係ないでしょ。意味わかんないんだけど。前に子供の話が出た時に夫婦二人の時間を楽しみたいから子供はまだいいって言ってたそうじゃない。それはあんたが娘にしたことを聞いて電話で謝罪した後にわざわざ仕事を早退して病院まで来てくださったのよ。うちの旦那今そこにいるの？変わる？ああいい。幼い子をこんな目に遭わせておきながら自分は楽しく遊んでるなんて許せないってすごく怒ってたわよ。余計なことしないでよ、ほんと最悪。で、本当はその遊園地には誰と行ったの？言わない。聖也くん？はぁ、なんで知ってんの？ああやっぱりお姉ちゃんの SNS に毎回いいねつけてる人がいて、その人のインスタ見たらさっき送ってくれた遊園地の写真載せてたから。やめてよ。昼の部終了、これから夜の部スタート、大人の時間が始まるぜって書かれてるけど。あ、いやこれは。ああこのインスタに上げてるホテルにいるの？すごくおしゃれだから写真撮りたくなる気持ちもわかるわ。勝手に人のやつ見てんじゃないわよ。ねえ大人の時間って何する気だった？ねえしつこい。私あなたのこと訴えるから。は？一人じゃ何もできない2歳児を犬小屋に放置して遊びに行ったことは歴史として犯罪よ。だからオーバーなんだって。そうかな、なら他の人の意見も聞いてみましょう。え？何勝手に招待してんのよ。ナナ、あなたこれは違うの。言い訳は手短にね。うるさい。浮気してたんだな。
違うって。お兄さんにさっき聞いたんだけど、お姉ちゃん前にも浮気してたんだってね。関係ないやつは引っ込んでて。あの時二度目はないって言ったよな。彼はただの友人。お兄さんに聖夜のインスタのリンクを送った。余計なことしないで。この見覚えのある服にアクセサリー、カバンも、顔にはモザイクかかってるけど7だよな。似てるだけだよ。あ、お兄さん、浮気男が持ってるグラスに反射して写ってるの、この人だなし女じゃないですか。どの写真？上から4枚目のやつです。やめて。あれ、彼写真削除し始めてるみたいだけど。黒だな。どいつもこいつも余計なことばかり。それにしてもなんてことをしてくれたんだ。彼とは気の迷いってやつで。お兄さんが言ってるのはユキの話だと思うけど。え？お兄さん病室のベッドで眠るユキの手をずっと握って、ごめんねって泣きながら謝り続けてくれたのよ。悪気があったわけじゃないの。俺は子供たちを幸せにしたくて保育士になったんだ。それなのにまさか自分の妻が子供を虐げているなんて。私も姉がこんな人だとは思いませんでした。責めないで。ひどい目に遭わせるつもりなんてなかったんだから。どういうこと？今日はユキちゃんを保育園に預けた後、彼と出かけて夕方には帰ってくるつもりだった。信じられない。本当よ。でもあの子ったら急に熱なんか出しちゃって、そしたら保育園には預けられないでしょ。そうね。そうなったら私が面倒見なくちゃいけない。でもそれじゃあデートに行けなくなっちゃう。だからって小屋に。最低だな。同感です。あの子にあんな苦しい思いをさせるなんて、あんたなんかに預けるんじゃなかった。涼しかったから外に出してれば熱も下がると思ったのよ。そんなわけないだろ。あんたのことは訴えるから。ちょ、本気で言ってるの？もちろん。俺もお前とは離婚する。待ってよあなた。待たない。何号室にいるんだ？え？旦那さん離婚届持ってあんたが今いるホテルに向かったの。は？だって今病院で一緒にいるんじゃ。そんなこと一言も言ってないけど。俺たちがインスタの話してた時に写真を削除したってことはクズ彼氏も一緒にいるんだよな。騙された。あなたが勝手に勘違いしただけよ。これから私はどうなっちゃうの？知らない。自分がしたことの責任は自分で取りなさいよね。わかった。12万の請求は取り下げる。だから許して。そもそも遊園地も行ってないし、お世話も放棄したんだからお金なんて発生するわけないでしょ。おい、ホテル前に着いたけど。待って、高尾さん、あなたのこと愛してるの。もう二度と浮気しないと誓うから。知らん。離婚したらお金はどうするの？生きていけない。働きなよ。ねえ、静香の会社ってお給料いいんだよね。募集とかしてない？私男の人に媚び売ったり、よいしょ得意だから、きっと役に立つから。ああ、静香。後日談。姉のいる部屋を突き止めた義兄が入室すると、泣きながら許してくださいと土下座する姉と真男がいたそうです。ですが、そんな安い土下座はいらないと義兄は一蹴り、その場で姉に離婚届を書かせたらしいです。慰謝料を請求されると、姉と真男はお互いを罵り、取っ組み合いの喧嘩になったようで、他のお客さんからの苦情により通報されたのだとか。私は姉のことを警察に通報。姉には保護責任者遺棄の刑罰が下され、猶予付き懲役6ヶ月となりました。うちは両親が他界してるため、姉の帰る場所はなく、今はボロアパートで慰謝料の返済のためバイトを掛け持ちしながら質素に暮らしているようです。娘は数日間の入院を経て回復しました。嬉しいことに最近ママと言えるようになったんですよ。これからもこの子の幸せのため仕事と育児を頑張ります。パパ、ママと3人で鬼ごっこしたい。え？今学校終わったの。パパ今日お休みでしょ。公園行こうよ。急に何を言い出すんだ。ママは事故で足が動かなくなったから
お外じゃ遊べないだろ。あれからもう3年か。ひまりはあの時まだ4歳だったな。どうしてもダメ？そうだな。これからもパパと一緒にママを支えていこう。俺頑張るから。でもママの足って動くよね。はい。だから鬼ごっこもかくれんぼもたくさんできると思う。何を言ってるんだ。ママはずっと車椅子生活だろ。そうだけど。ひょっとしてママが歩いてるところを見たとか。いや、そんなわけないか。見てないよ。でもなんとなくそんな感じがするだけ。え？何？それ本気で言ってる？うん。マジか。ひまりのなんとなくってなぜか必ず当たるんだよな。ね？その不思議な力みたいなのって一体何なんだ？そんなの私にもわからないよ。どこで宝くじを買ったら当たるとかはなんとなーくわからないものか？パパ、ひまりは7歳だけど、それが悪い質問だっていうのはわかるよ。ごめんなさい。お金っていうのは楽して稼いじゃダメなの。すみません。それでさっきの話なんだけど。うん。ママの足が実は動くなんて本当にありえるのかな？ひまりはそう思う。でもそんな嘘をつく意味って、それにママに言ってみた？うん、なんとなく言っても聞いてもらえないって感じがするから。そうか。じゃあ気は進まないが、ちょっと実験してみるか。え、なになに？ママが嘘ついてるなんて思いたくないが、ひまりの不思議な力を俺は信じてるから。どうするの？うん、そうだな。ワクワク。とりあえずひまりが帰ってきたら一緒にお買い物に行こう。え、行く行く。ちょっとおもちゃ屋さんでも見てみようか。やったー。じゃ、気をつけて帰ってくるんだぞ。その夜、いつまで部屋にこもってるんだよ。うるさい。悪かったって、ほんのちょっとしたいたずらだったんだ。車椅子の嫁に向かってあんなことするなんて信じられない。ゴキブリのおもちゃ足元に置いただけだろ。私は虫がこの世で一番嫌いなの、知ってるでしょ。まあ、ひまりも笑ってたし。大体あんなものどこで手に入れたのよ。ひまりと一緒に買い物に行っただろ。その時に面白そうだと思って買ったんだ。ありえない。動きもリアルだったし、今思い出してもゾッとする。本当に悪かった。でもさ、ちょっとだけ気になったことがあるんだけど。何よ。ゴキブリ見た時お前すごいびっくりしてたよな。当たり前じゃない。その時少しだけ立ち上がらなかった？は？なんだったらちょっと歩いたようにも見えたんだけど。何言ってんの、そんなわけないじゃん。幻覚かな。でもひまりも見たって言ってるんだよな。派手に驚いたからそう見えただけでしょ。それかカジマのクソ力で一時的に筋力がアップしたのよ。人体ってそんなすごいのか。あなた、さっきから何が言いたいわけ？実は今日ひまりから妙なこと聞いたんだ。ママの足はなんとなく動くような気がするって。はあ？ほら、あいつってなんか不思議な力みたいなの持ってるだろ。予感したものが百発百中で当たるみたいな。ひょっとしてそれを信じてるわけ？ああ、それで悪いとは思いつつもあんないたずらを仕掛けてしまった。申し訳ない。最低。一発殴らせて。え？悪いと思ってるんでしょ。じゃあ私の部屋の前まで来て。わかった。ああ、手がしびれる。往復ビンタ10連発はやりすぎだろ。一発じゃなかったのか。私につまらないいたずらを仕掛けた罰よ。ひまりが口をあんぐり開けてこっちを見てる。これに懲りたら二度とバカな真似はしないことね。じゃ、もう寝るから。いや、待て待て。何？いたずらをしたことは謝る。でもまだ話は終わってないだろ。まだ続ける気？ひまりがわけわかんなこと言ってるだけよ。でも大体足が動くならとっくに外歩いてる。車椅子がどれだけ不便かわかってる。それは確かにそうなんだが、ただでさえ生活が大変なのにこんな疑いをかけられるなんて悲しくて涙が止まらないわ。すまん。もうこんな話は二度としないで。あとコンビニ行ってハーゲンダッツ買ってきて。はい。チョコ味。今嫁を泣かせたんだからそれくらいしてよ。
悪いと思ってるんでしょ。それは。じゃあ早く行ってきて。分かったよ。それとひまりにも二度とおかしなことは言わないよう注意しといて。それじゃ。10分後。パパ、ほっぺ大丈夫？まだちょっとジンジンするかな。何かコンビニで買ってきてほしいものはある？ううん、それよりひまりもママに頭叩かれちゃった。え？もう変なこと言うのはやめて、気持ち悪いって。あいつ、私って気持ち悪いの？そんなことない、気にするな。じゃあこの話もやっぱりしない方がいいのかな。ん？何が？ママに頭叩かれて怒られてる時になんとなく思ったことがあるの。また不思議な力か。今度はどうした？どうしてママは妊娠してるのかなって。え？不思議だよね。いやちょっと待って、どこから突っ込めばいいかわからないんだが、まずどこでそんな言葉を覚えた？お友達から聞いたの。パパとママが一緒にたくさん寝ると赤ちゃんができるんでしょ。それを妊娠って言うって。まあそれは。でもママはいつも自分の部屋で一人で寝てるじゃん。そうだな、俺のいびきがうるさいとかで。だから不思議だなと思って。いくらひまりの予感でもそれだけは絶対にありえないと思うんだが。でもきっとお腹に赤ちゃんいるよ。ってことはまさか。何？いや、なんでもない。これもママには言わない方がいい？そうだな、というよりも不思議な力のことはママに喋らない方がいい。どうして？やっぱり私って気持ち悪いの？違うよ、またひまりが叩かれたら大変だろ。うん、痛いのは嫌い。買い物が終わったらすぐに帰るから、ひまりはもう寝なさい。わかった。5日後。やっぱりひまりの言うことは正しかったか。え？お前今どこにいる？家だけど。俺は会社の社員食堂でスマホいじってる。だから何なの？用事があるならさっさと行って。お前と LINE しながら同時に見てるものがあるんだ。なんだと思う？知らないわよ、いやらしい動画とか。ちげえわ、家の様子だよ。え？数日前リビングに監視カメラを仕掛けたんだ。その映像を今見てる。はあ？驚いたよ、俺やひまりが不在の間こんなにも好き勝手やっていたなんてな。本当にそんなもの仕掛けたの？冷蔵庫の横に調味料の並んでる棚があるだろう、そこに忍ばせてある。料理なんかしないお前には絶対に気づかれない場所だ。本当だ、勝手に何してんのよ。おいおい大丈夫か、普通に歩いてるお前の姿が映ってるけど。あ、もういいよ、隠さなくて、全てわかってるから。これはその違うの。お前の部屋に若い男が入っていく映像も撮れてる。玄関や通路が見える位置を考えて設置したからな。マジ？お前ら声でかすぎるから。音声も撮れてるよ、猿が2匹いるのかと思った。ちょっと話を聞いて。言い訳なら聞くつもりはない、この映像が全てを物語ってるからな。それより俺の質問に答えろ。何を？一体いつからなんだ歩けるようになったのは。それは3年前に事故が起きた時、医者は確かに下半身麻痺だと言っていた。そうよ、あの時は本当に動かなかった。じゃあ何なんだ、少しずつ回復したってことか？医者も言ってたでしょ、神経が圧迫されてるだけで一時的な麻痺の可能性があるって。だから時間の経過とともにちょっとずつ感覚が戻っていったの。完全に歩けるようになったのは多分2ヶ月前とか。ならなぜ黙ってた？俺たちの前ではわざわざ車椅子にまで乗って。だって言わない方がいろいろ得じゃん。え？障害年金だってもらえるし、家のことだってあんたとひまりが全部やってくれる。治ってるって分かったら私もいろいろとやらなきゃなんないでしょ。そりゃあそうだろ、俺とひまりはずっとお前が大変だと思って支えてきたんだ。完治してるとなったら話は変わる。それが嫌だったのよ、私はもうこの生活に慣れちゃったの。このまま嘘ついて一生面倒見てもらおうと思った。なんてふざけたこと。しょうがないじゃない、人間は慣れる生き物なの。じゃあ浮気の件はどう説明する？それは俺と決まりがいない隙に
狙った男を連れ込むなんて好き勝手の限度を超えてる。ただのクズだ。だからそれも仕方なかったの。何が？せっかく体が感知したのよ。抱かれたいって思うのが普通でしょ。お前は既婚者だろうが。でもマッチングアプリで見つけちゃったんだもん。若くて細マッチョなイケメンくんを。だからって家に連れ込むな。ホテルになんか行けないでしょ。ご近所さんに歩けるところなんか見られたら全部バレちゃう。本物のクズだな。まあいい、どの道お前とは終わりだ。え？家族を騙して浮気するようなクソ女とこれ以上一緒にいられるか。お前とは離婚する。嘘でしょ。本気だよ。お前の最低な行動を考えればきっと親権は俺が取れるだろう。お前は一人で適当に生きていけ。ちょっと待って。浮気の慰謝料と養育費はもちろん請求するぞ。障害年金はもう受給できないから働いて払うんだな。勝手に話を進めないでよ。それとお前、お腹の子はどうするつもりなんだ。え？妊娠してるんだろ。何の話？え？まさかの気づいてないパターンか。誰がそんなこと言ったの？ひまりだよ。なんとなくそんな予感がするって。また不思議な力ってやつ。ああ、ひまりの予感は百発百中だからきっと当たってるだろ。やめてよ。私はほんの遊びのつもりだったんだから。確かどこかに妊娠検査薬があったはず。陽性だった。そうか。まあ父親は分かってるわけだし、再婚するなりなんなり好きにしろよ。無理よ、ユージと結婚なんて。ユージっていうのか。どうでもいいけど。こいつは顔と若さだけが取り柄のニートなの。実家住まいだし会場なんて全くない。まあ俺はその男にも慰謝料請求するけどな。ユージもこの出資父親とか無理って隣で言ってる。あと慰謝料も払えないって。必ず回収すると伝えとけ。どうしよう、こうなったらもう下ろすしか。そこはユージと話し合って決めろ。俺が言えるのは決してお前を許さないということだけだ。ひまりのことも傷つきやがって。お願い、本当に軽い気持ちで遊んだだけなの。ひまりにも謝るから許して。ふざけるな。反省してるから。知らん。もう二度とこんなことしないって約束する。もう喋るなクズ。帰ったらすぐに離婚届を書かせるからな。それとそのアパートはどうする？え？お前が住むなら俺とひまりが引っ越す。俺たちが残ってもいい。ここの家賃っていくらだっけ？11万。絶対払えない。じゃあ荷物まとえてさっさと出てけ。じゃあな。ちょっと待ってよ。後日談。離婚が成立し、俺は無事親権を獲得しました。ユージには慰謝料150万円を、アズサにはそれに養育費を足した900万円を請求。ユージは親に借りたとかで一括で支払ってきましたが、もう浮気なんてゴリゴリだとアズサの前から姿を消してしまったようです。アズサは結局子供を下ろすことを選択し、今は風呂なしのアパートに住みながらパートで生計を立てているとのこと。900万円返すのにどれほど時間がかかるか分かりませんが、元気な体を使って存分に働いてほしいものですね。俺はひまりと二人で平穏に暮らしています。ひまりの不思議な力を大切にしながらこれからも生きていきたいと思います。部下の結婚式があるからお祝いしてくるわ。こんな時間から？まだ7時だよ、早すぎない？そうかな。普通結婚式ってお昼前後が多いと思うんだけど、式は何時からなの？8時半。早すぎない？なんか朝早いプランだと安くなるらしい。そうなんだ。もう家出たの？うん。結婚式があるなら行ってよ。スーツのクリーニング出してたっけ？出してないけど別にこれでいいよ。そっか。ご祝儀は？手持ちあったの？ああ、まあ適当に。お友達なんでしょ？最低でも3万はいると思うけど。ちょうど財布に入ってた。お小遣い3万なのに？今月は使ってないからちょうど残ってたわ。給料日は明後日だよ。1円も使わず1ヶ月過ごしたの？うるせえな、さっきから何なの？心配してるだけでしょ。そっちこそ何興奮してるのよ。急がなきゃいけないの。そっか。
か。で、部下って誰？なんで？私たちの披露宴にも来てくれたなら名前覚えてるから私も電報くらい打とうかなって。田中だよ。あいつは式には呼んでないし何もしなくていい。田中くんってまだ24歳くらいだよね。若いのにもう結婚決めたんだ。そんなの田中の自由だろ。おめでたいなと思ってるんだよ。二次会も出るし今日は帰れないから。朝早い披露宴なら二次会も早く終わるんじゃない？多分五次会くらいまである。部下のお祝いで上司がそこまで残るものかな。いちいち何なんだよ、ほっとけよ。飲みすぎないようにね。じゃあな。アホめ、こんな朝っぱらから結婚式やるやつがいるかっつーの。早くても挙式スタートで10時半だし、早朝なんてゲストに失礼でしょうが。こんな適当な嘘で私を騙せると思ってるんだとしたら相当舐められたもんです。私はレミ、30歳の主婦。ちょうど2年前くらいに結婚式を挙げました。この明らかな嘘の裏に一体何が隠されているのか自分の目で確かめてこようと後をつけたのですが、私の予想をはるかに超える状況が待ち受けていたのです。数分後。田中くん、結婚おめでとう。レミさん、朝っぱらから何の冗談すか。アルマがあなたの挙式だからって朝早く出かけていったよ。俺出張で今熊本ですよ。だよね、24歳で彼女もいない田中が結婚なんてありえないか。いないんじゃなくて作らないんです。私の地元の後輩だってことずっと黙っててくれてるんだよね。はい、言ってませんよ。アルマさんよりレミさんの方が怖いですから。こんな優しい先輩いないでしょ。アルマさん、俺の結婚式って言って出かけて行ったんですか？そうよ、朝の7時にね。誰がそんな早朝から結婚式やるんだよ。若いあなたでもそれがありえないってことくらいは知ってるんだよね。なのにあのアホは。尾行した方がいいんじゃないっすか。言われなくても動いてる。さすがレミさん。あの人何かあるときは必ずクリーニングに出すっていうこだわりがあるの。でも今回はシワシワのスーツで出ていった。なるほど、普段しないことをすると疑われる。メモしました。それと昨日の夜、私のシートバッグを勝手に使ってた。翌日の何かに備えてることは明白っすね。それと最近やたらと帰りが遅い。こないだも言いましたけど、定時の春馬と呼ばれてるくらい残業しない人なんでありえないです。せめてもっとかっこいい異名をつけられる男でいてほしかったわ。残業することがいいわけじゃありませんけど、事務員さんより早く帰りますからね。みんなさすがに引いてますよ。あ、アルマが目的地に到着したみたい。え、どこですか？結婚式場だわ。本当に結婚式に参列するってことなんですかね。まだ8時台だよ。ありえる？ないですよね。とりあえず向かうわ。え、尾行してたんじゃないんですか？朝っぱらから尾行したらバレちゃうでしょ。どういうことですか？急ぐから後でね。気になるじゃないですか。数時間後。結婚式はどう？楽しんでる？まあな。8時半開始ならもう終わった頃かな。ああ、なんか時間が押したりで今から披露宴みたい。へえ、そんなことがあるんだね。俺忙しいからまたな。ゲストでしょ、座ってるだけなんだから暇だと思うけど。上司に挨拶したりとかいろいろあるんだよ。今度はシルバーのタキシードにしたんだ。は？
私たちの時は黒だったもんね。いいじゃん、シルバーも似合うよ。何言ってんの。しかし豪華な式だね。これ何人くらいいるの。300人以上いるんじゃない。お前ついてきたのか。尾行はエアタグがしてくれた。あなたがトイレに行ってる間にスーツのポケットに忍ばせておいた。最近の GPS は薄くていいよね。気づかなかった。私は場所を確認して、結婚式場で浮かないようにドレスアップしてのんびり家を出たからご心配なく。マジかよ。なんであなたが新郎なの。これは違うんだ。何が違うのかな。田中の衣装を借りてちょっとふざけてただけっていうか。田中くん、今熊本だよ。え、出張なんだって。ああ、馬刺し頼めばよかった。お前、なんで田中と。まさか浮気か。言わなかったけど、あいつは地元の後輩なの。年は6つ離れてるけど、昔よく公園で遊んでやってた。そうなのか。偶然、春馬と同じ会社に入ったって聞いて驚いたけど、知り合いってことは伏せててもらったんだ。実際、こういう時に役に立つでしょ。くそ。で、あの女は誰？西園寺家って書いてあるけど、いかにもお金持ちそうな名前だね。これには事情があって。どんな事情があれば、妻がいるあなたが他の女性と結婚式を挙げることになるんでしょうか。話せば長くなるんだが。私は構わないけど、そちらは時間なさそうね。もうすぐ披露宴始めるみたいだし。見逃してくれ。そうはいかないよ。後で説明するから。その必要はない。今西園寺家の控え室に行って、お父様らしき方にある程度事情を聞いてきたので。はあ。1年前から交際してて、お嬢様に子供ができたからお腹が大きくなる前に慌てて式を挙げたんだって。いや、まあお金持ちのお嬢さんだし、逆玉って考えればそっちを選ぶのは仕方ないよね。本当か。だよな、分かってくれるよな。いいえ、分かりませんけど。新しい命が宿ってるんだ。こっちを優先するのは人として当然のことだろう。自分の立場を忘れて勝手に命を宿してんじゃないよ。分かってるよ、順番を間違えたのは。反省してる。でもこうなった以上、もう戻れないんだよ。ご両親は知らないみたいだったけど、相手の女はあんたが既婚者だってこと知ってるの。知ってる。既成事実を作るために結婚式を挙げようって言われて。俺だって離婚が成立してないのにこんな派手なことするのは怖かったんだよ。お前の感情とかどうでもいいんだわ。怒ってるよね。この状況で怒らない妻がいるなら連れてこいよ。じゃあ改めてお願いします。離婚してください。嫌です。そう言うと思って。離婚届は今朝出してきた。は？私書いてないけど。彼女に書いてもらった。それ違法だよ。お前の筆跡を極限まで真似た。筆跡が似てれば OK ってことじゃないから。慰謝料なら払う。彼女の貯金で1000万あるらしい。あんた自分のケツを女に吹かせるわけ。500万でどうだ。相場よりかなり多い。これで折れてくれ。お金握らせてこの場から帰れと言ってるわけ。頼む。嫌でーす。披露宴をぶっ壊す。やめろよ。お前はもう妻じゃない、他人なんだぞ。訴えられるのはそっちだからな。私たちの離婚は成立してないけど。え、離婚届、不受理届ってご存知？知らない。あんたが離婚届出しても私には離婚の意思がないから、役所さん受理しないでねっていう書類。なんだそれ。こうやって本人の意思を無視して離婚届を出す不届き者がいるってことよ。そんな。しかも朝の時間外窓口に出してきたんでしょ。
今頃あ、これダメだねって言われてると思うよ。確か通知が来るんじゃなかったかな。俺は彼女と結婚するんだ。させてたまるか。俺の幸せを壊して楽しいか。はい、楽しいです。捨てられる自分にも非があったとは思わないのかよ。仮にあったとしてもこのやり方は卑怯すぎる。ちゃんと話し合いや調停を経て離婚するものなの。先に既成事実を作って私の意思を無視するなんて言語道断だね。お父さんに呼ばれた。行ってらっしゃい。30分後。終わった。何もかも台無しだ。あら、ゲストの方がぞろぞろと帰っていくね。ご祝儀も返してるみたい。引き出物は持ち帰れるんだ、いいな。結婚式は中止。今回の損失は全部俺に請求すると言われた。まあ大変。この規模なら相当な額になるでしょうね。お前のせいだぞ。さっきチャペルで永遠の愛を誓ってたけど取り消してきたら。ふざけるな、笑い事じゃないんだよ。笑い事にしないとやってらんないのよ。私がこの状況を本当に楽しんでると思ってんの？だとしたら相当なアホね。辛いに決まってんでしょ。自分の夫がドレス姿の女の横で笑ってるのを見てどう感じたか想像もできないわけ。見に来るからだろ。ここ最近様子がおかしかったよね。私に勘ぐらせたのはあんたよ。何がおかしかったんだよ。あんたは人の結婚式にシワだらけのスーツを着ていくような人間じゃない。あれはクリーニングに出すのを忘れてて。それを忘れないのがあんたなの。そんなことで気づいたのか。嘘をついてるのは間違いないと思った。残業してないことも知ってたし、近々何かあるんだろうなと思ってたの。田中だな。田中にはスパイみたいなことをさせて悪かったと思ってる。でも入社以降一度も飲みにすら連れてってくれない先輩をかばう必要もないでしょ。小さなほころびから大きな穴が開くんだな。しみじみするな、腹立つから。お父さんから彼女とは二度と会うなと言われた。だから何？俺らの離婚成立してないんだろ。このまま家に帰っていいよな。すごい感情してるね。それだけ神経ずぶとかったらどんな世界でも生きていけるよ。なんでだよ。あんたは文書偽造と行使で捕まるの。会社の規定によると犯罪者は即解雇だから無職は確定。そんな男と暮らす気はない。偽造って受理されなかったんだよな。役所に出した時点でアウト。警察にも通報したから。嘘だろ。待ってくれよ。俺がいないと田中も困るぞ。あいつの仕事が増えるし、かわいそうじゃないのか。よく言うわ。すでに散々押し付けてるくせに。今回の熊本だってあんたの代わりに行かされてるらしいじゃない。それはあいつの成長のために。もう言い訳はいいから黙って私の前から消えて。待ってくれよ。話だけでも聞いてほしい。状況は全て把握したし、答えも出たから必要ない。あんたの声聞いても耳が腐るだけ。そう言うなって。1年前から付き合ってたなら相手の女とあんたにも慰謝料を請求するから覚悟しておいてね。俺結婚式の費用も負担させられるんだぞ。おまけに会社までクビになったらどうやって生きていけばいいんだ。何被害者ぶってんだよ。自分がやらかしたことでしょうが。頼む、許してお願い。無理。さっきお母さんにも電話してこのこと全部報告した。分かった、実家の鍵もすぐに交換するわって言ってたよ。はあ？ちなみに今回の式にかかった費用知ってる？知るかよ。お父さんが全額出してくれるっていう話でオプションつけまくったけど。2500万だって、すごすぎ。嘘だよな。
何がそんなにするんだ。ゲストのための料理やお酒、引き出物に至るまで全て最高級品。お嬢さんのドレスも全て有名デザイナーのオートクチュール。生バンドも呼んだし、ケーキもフランスの有名パティシエのものなんだって。そんな500万くらいだと思ってた。逆玉の夢壊れたり。終わった。そもそもあんたの両親や知り合いが誰も来ないことをなんて説明してたのよ。親も親戚も他界してて、一匹狼だから友達や同僚とはつるまないと説明した。それでも数名は呼ばないと怪しいから、役者さんを数名。考えることもやることもお粗末すぎるのよ。反省してる。君のために生きる。神に誓うよ。どうか俺の愛を受け取ってくれ。一日に二度も愛を誓うな。頼む、戻ってきてくれ。後日談。結婚式の費用2500万、私からの慰謝料300万、約3000万近い額の支払いが待つ中、文書偽造で逮捕され、会社はクビになり、絵に描いたような転落人生となったようです。その上、お嬢様のお腹の中の子の養育費も払わないといけないそうです。その額2000万。さすがお金持ちの家に生まれるお子様は違いますね。当然そんじょそこらのサラリーマンで払っていける額ではないため、大きく稼ごうと春馬が選んだ仕事がホストクラブ。顔もトークも並なので、ひたすらヘルプで飲みまくった挙句、肝臓を壊して入院中だとか。休んでないで働け。離婚は早々に成立して、私は新しい生活を満喫しています。最近田中がよく飲みに誘ってくるのですが、あいつもよほど暇なんでしょうね。今日も田中に呼ばれたので、ちょっと行ってきます。夜中に託児所利用するって何の用ですか？何が？2日に1回くらいの頻度で、まだ1歳の子を預けて何してるんですか？はい？質問に答えてください。なんで知ってるのよ。家族カードで支払いすれば明細上がってくるくらいわかるよな。でも明細はうちに届くじゃん。ネットでも履歴見れるんだけど。あじゃねえよ。単身赴任し始めた途端にこれかよ。待ってましたと言わんばかりだな。いろいろと事情があって。へえ、事情ね。説明してもらおうか。バイトよ。実は働いてるの。俺ルミに働かせるほど稼いでないか。支店長待遇で地方行くことになったんだぞ。足りないのよね、ぶっちゃけ。足りない？月40万は渡してるよな。何に使ってるんだよ。ママ友とのランチ会とか、そこに着ていく服とか、女にはいろいろあるの。まだ1歳なのにママ友？児童館で仲良くなったグループがあるの。みんな結構セレブでついていくの必死なの。幼稚園とかお受験の情報とか。あなたにそういう生きた情報集められる？へえ、ママ友ね。何よ。で、何のバイト？清掃。ルミが？家の掃除もまともにできないのに？仕事なんだからちゃんとするわよ。へえ。もう遅いからいいかな。眠たいんだけど。どこのビル？え？どこで掃除してんの？日によって変わるの。じゃあどこの清掃会社？何だったっけな。自分の働いてる会社もわかんないの？なんか長い名前でど忘れしちゃった。明日 LINE する。ふん。今日はもう休むね。あれ？今日は行かなくていいの？一日置きなの。なるほどね。何なのさっきから、なんか含みのある言い方ね。別に。じゃあお休み。清掃のバイトなんてとてもじゃないけど信じられるわけがありませんでした。しかし遠方にいるためどうすることもできずにいました。そんなある日、義理の母から連絡が来たのですが、ルミのせいで大変なことが起きてしまったのです。
おはよう、ケント君、朝からごめんなさいね。おはようございます。すいません、夜中に電話もらったみたいで寝てて気づきませんでした。遅くに悪いとは思ったんだけどね。それに遠くにいるからどうしようもないのも分かってたんだけど、私も動揺しちゃって。何があったんですか？ルミと連絡が取れなくて困ってるのよ。え、いつからですか？昨日からなの。夜中2時頃だったかしら、託児所から電話があってね。託児所？優香が高熱出して痙攣起こして救急車で運ばれたって。え？慌ててお父さんに車出してもらって駆けつけたわ。優香は大丈夫なんですか？痙攣はすぐ収まって熱も今朝方下がったんだけど、念のため検査してもらうことになったの。だから私たちもまだ病院なのよ。ルミはまだ連絡ないんですか？何度かけても出ないの。 LINE も留守電も入れてるのよ。お父さんが朝方家まで行ったんだけど出ないし。だいたいあの子なんで優香を託児所に預けてるの？この間聞いたらバイトしてるって言ってました。とてもお金がいるんだって。バイト？働く必要なんてないでしょ。とにかく僕の責任です。本当に申し訳ありませんでした。今から新幹線に乗ってすぐ向かいます。ルミが悪いのよ。転勤したばかりで大変な時でしょうに。本当にルミのせいでごめんなさいね。病院の名前だけ後で LINE しといてください。すぐに準備して向かいます。おい、どこにいるんだよ、ルミ。ごめん、具合悪くて寝てた。あれ、今何時？もう9時半だよ。マジか。お前が寝てて優香はどうしてるんだ？ああ、優香は実家にいるの。実家？そろそろ迎えに行かなきゃ。実家に行っても誰もいないぞ。優香は夜中に救急車で運ばれた。え、嘘でしょ？なんで？何があったの？熱性痙攣だって。お前が電話に出ないから託児所がお母さんに電話してくれたんだよ。本当なの？こんな嘘つくか。お前、今優香は実家にいるって言ったな。寝起きで間違えたのよ。託児所だった。昨日もバイトだったのよ。そんなことより優香は？今は落ち着いてる。検査して何もなければ退院できるそうだ。バイトならなんで終わって迎えに行かないんだよ。そんなこと今はどうでもいいでしょ。病院どこなの？お前は来なくていい。今俺が新幹線で向かってる。どうして？私が行くからわざわざ来なくていいわよ。は？てめえが男と遊んでるからこんなことになるんだろうが。え？バイトだって言ったな。嘘つけよ。何の話？全部わかってんだよ。お前がどこで誰と何してたか全部な。なんであなたにわかるのよ。え、もしかして探偵？どうやって知ったか、お前には関係ない。単身赴任して自分は自由にやって、妻に探偵つけるなんて最低よ。誰が自由にやってるだって？会社と家の往復で家事までして遊ぶ暇なんてねえよ。自由にやってるのはお前だろ。私だって1歳の娘抱えて何を自由にできるっていうのよ。託児所預けて男と遊んでるだろ。ちょっと息抜きに子供預けただけよ。お前の息抜きは浮気か？あなたじゃ何の慰めも癒しにもならないわ。仕方ないでしょ。仕方ない？慰めや癒しが欲しいなら離婚して遊べよ。子供のために離婚を我慢してるんじゃない。そんなこともわからないの？ずっと思ってたけど、ケントってアホよね。俺がアホならお前の浮気相手はどうなんだよ。あんなアホ面の武男のどこがいいんだか。はあ？勇気は武男なんかじゃないから。27歳であなたより若いしイケメンですから。あんな貧相な顔がイケメンか？見た目も貧乏そうだし、貧乏人じゃお前満足できないだろ。全然貧乏じゃないし、四つ道商事のエリートなのよ。あなたと一緒にしないで。なるほど、ありがとな。何が？急遽探偵に依頼したからさ、まだあんまり証拠集まってなくて。お前の自白もゲットできたし、何より情報ありがとな。は？探偵が調べ上げたんじゃないの？まだ調査中なんだよ。ふざけてる、誘導尋問じゃない。そうだな、見事に誘導されてくれて助かったよ。調査料安く済みそうだ。
最低な男ね。昔からやることが小さいのよ。だから浮気されるのよ。俺が仕事もせずお前らに暴力振るったりしてたなら浮気されても文句は言わない。似たようなもんじゃない。どこがだよ。ろくに家にもおらず、ワンオペという暴力で私を苦しめてる。生まれたばっかりで単身赴任なんて俺だって必死で抵抗したよ。でも支店の立て直しにどうしても力貸してくれって常務直々に頼まれて断れなかったんだよ。子育てはせず金と口だけ出して俺は育ててるみたいに偉そうにするの本当許せないのよね。じゃあ浮気する前にそう言えばいいだろ。行ったって戻ってこれるわけじゃないし、だったら私は私のやり方で息抜きするしかないじゃない。その理屈は何度聞いてもわからん。だから多めに見なさいって言ってるの。は？私も子供は可愛いし、この生活捨てる気はないの。あなたの今までの行いを許してあげるから、あなたも今回のことは目をつむりなさいよ。なんで上から？あんたがそんなに嫌だったならもう会わないわ。さっきから何言ってるの？早く病院行きたいのよ。お母さんから病院の名前 LINE には入ってるから、今からすぐ行くわ。だから来なくていいって。子供が危険な時に浮気してた母親なんかいらねえわ。保険証、医療証、母子手帳、あなたどこにあるか知ってるの？それは後から探す。そういう親として知っておくべきことも知らないくせに父親面しないでよ。お前も男を家に連れ込んでおいて母親面すんなよ。は？何の話？今探偵からメール来たわ。昨日の夜は家に泊まったらしいな。はいはい、そうです。で？は？開き直りすぎだろ。バレてんでしょ？言い訳したって無駄じゃない。ただ相手にだけは迷惑かけないで。今さら何か守れるとか思うな。全部失う覚悟で浮気しろ。相手に迷惑かけたら私この世から消えるわ。勝手に消えろよ。彼だけは私が守る。あなたに手出しはさせない。そんなに好きなら一緒になればいいだろう。私みたいな人に釣り合わないわ。え？お前レベルには俺くらいがちょうどいいってこと？そりゃそうよ。私だって自分の立場くらいわきまえてるわ。しれっとひどいこと言うな。実は私妊娠したのよ。妊娠？そうよ。俺たち優香を妊娠してから一度もしてないよな。ってことは？そういうこと。お前本物のバカだな。仕方ないわ。できちゃったんだもの。浮気相手の子妊娠して、それを俺に育てさせる気だったの？当たり前じゃない。妻が産むんだからあなたの子も同然でしょ。お前の理屈めちゃくちゃすぎるわ。マジで腹立って手が震えてきたわ。俺が、じゃあ育てよっか、とでも言うと思った？思わなくても育てるしかないわ。DNA 鑑定したら父子関係否定できるけどどうするんだよ。そこまでするならまたその時考えるわよ。とりあえず今タクシーに乗ったから。何を適当にやり過ごそうとしてんの？腹立ってしょうがないからさ。今このやりとりのスクショをお母さんに送ったわ。妊娠の下りまで。は？お前も寝起きで頭回らないだろうし、そんなんでいろいろ言い訳すんのも面倒だろ。バカ、アホ、クズ。俺バカでアホでクズだけど優しいよな。親は関係ないでしょ。関係ない人たちを巻き込んだのは誰だ？それケントのいたずらってことにして。この非常事態にいたずらする夫がいるか？お願い、送信取り消して。もう既読ついてる。ちょっと長いからまだ読んでるかな。終わった。遅かれ早かれ終わってたよ。お前はどうしよう。ワイドショーで浮気した女優とかお母さん毛嫌いしてるのよ。娘がそんなんだって知ったらショックで倒れちゃうかもしれない。だからといってこれを隠したまま何もなかったように戻ることはできない。いつか知ってもらわなきゃいけないことだ。お母さんのためを思ってどうにかしてよ。もう送っちゃったし。あなたがやり直すって言ってくれれば済むわ。やり直す気ないのにそんなこと言えない。お腹の子はどうしたらいいの？四つ星だか五つ星だか知らないけど、そいつに育ててもらえよ。絶対に断られるわ。俺の知ったこっちゃない。そいつの身元もしっかり調べて払うの。しっかり払ってもらうからな。だから彼には手出ししないでって言ってるでしょ。やれることは全部やる。今さら甘ったれたこと言うな。優香が回復したら話し合いましょう。全部謝るわ。ごめんなさい、私が悪かったです。
上辺の謝罪なんていらねえよ。お前と話すこともない。ビルより汚れたお前を掃除しろ。病院に着くとルミとギフは外に出ていて、ギフは顔を真っ赤にしてルミを叱っていました。幸い優香は大したこともなくすぐに退院。本当に命に別状がなくてよかったです。俺とルミは離婚。親権は優香が小さいためルミが持つことになったが、お腹の子は相手の男が俺の子じゃないと逃げ回ったそうです。探偵が特定してくれたので慰謝料を請求したら、会社にバレるのが怖いのかすぐに払いました。今はルミから逃げ回ってますが、 DNA 鑑定でもして突きつければ養育費くらいは払えそうです。ルミは未だ怒りが収まらない両親のもとで肩身の狭い思いをしながら妊娠生活を送っているようです。お前のドレスってよく燃えるな。燃えるの間違いでしょ。いやいや、ファイヤーだぜファイヤー。どういう意味？結婚式で着る予定のドレスを俺んちの庭のドラム缶にぶっこんで燃やしてるところ。今日は冷えるから温まるぜ。嘘だよね。いや、化学繊維だからかな、よく燃えんな。ふぅ、冗談でしょ。本当にやってないよね。本気で燃やしてるけど、ムービー撮ったから後で送ってやるよ。明日結婚式なのに何言ってんの。式場に預けに行くって言うから預けたのに、ひどいわ。引っかかるお前も悪いな。どうしてこんなことすんのよ。だって着るものなくなりゃ結婚しなくて済むだろ。私と結婚したくないってこと？そういうこと。だったら燃やしたりしないで話し合って式場をキャンセルすればいい話だよね。お前ごねたり泣いたりしそうじゃん。そういうのも苦手なんだよ。嫌いになったってこと？男にもあんだよ、マリッジブルーってやつが。だから仕方ないよな。だったらそう言って欲しかった。燃やす必要なんてなかった。だってあのドレスは。まあそういうことだから結婚式は中止ってことで。ちょっと待って、前日にこんなこと言われても困るのよ。式場や招待客はどうするのよ。お前が適当にやっといて。キャンセル料は私が立て替えたのよ。お前が原因なんだからお前が払うべきだろ。私が何をしたの？浮気したじゃん。いつよ？一週間前駅前で見たんだ。浮気相手と腕組んで歩いてるところ。私は車通勤よ。駅前なんかもう1ヶ月も行ってない。いや、あれは絶対にお前だった。だから俺は激おこプンプンなわけさ。イチャモンつけて別れようとしてるのね。浮気したって言うなら証拠出して。なもんあるか。ショックで写真なんか撮れなかったんだから。ひどすぎる。言ってることもやってることもめちゃくちゃじゃない。そもそもわだかまりがあるのに結婚したってうまくいかないんだから、する前でよかったって感謝してほしいくらいなんだけど。私はあなたのこと好きだったの。はあ、キモいんでいらないっす。私は浮気なんかしてないから。慰謝料請求したいところだけど、元婚約者のよしみでそれだけは勘弁してやるよ。太一。ああもう名前とか呼ばないで、キモいんで。ひどい、ひどすぎる。私は南、28歳の会社員です。太一とは付き合って2年。半年前にプロポーズされた時は嬉しかったのに、まさかこんなことになるとは。あの後本当にドレスが燃えている動画が送られてきました。あれはとても大事なドレスなのです。悲しくて悲しくて涙が止まりませんでした。どうしてこんなむごいことができるんだろう。一度結婚を決めた人なのに怒りと憎しみでいっぱいになりました。私は慰謝料請求の準備をすることに。ところが太一はまだ私を傷つけようとしてくるのでした。友達に聞いたんだけど、婚約解消したら慰謝料請求できるらしいんだわ。さっさと払え。どうして私が？お前が浮気したことによる精神的ショックから立ち直れないからだよ。相場は200万らしいけど、元婚約者割引で100万でいいぞ。払う理由がない。私は浮気してないから。へえ、大丈夫なのかね。何がよ。これお前と浮気相手ね。こんな写真いつ撮ったの？動揺してんな。これは上司よ。大きな仕事の打ち上げでみんなでバーに行ったの。この後ろには他の社員もたくさんいるわ。でも何も知らないお母さんはなんて言うかな。病院のベッドで心配しちゃうよね。母に見せるっていうの？
結婚式だけ一時退院する予定だったんだろ。悲しんでるだろうな。こんな時にこんなん見せられちゃったらどうなっちゃうかな。やめて。ただでさえ婚約破棄で心配かけたのに。俺、お前の母ちゃんには気に入られてたから信じてくれるかもしれないよ。ちなみにドレスも逆切れしたお前が燃やしたってことにするから。私がそんなことするわけない。母は私を信じてくれるわ。いやー泣けるね。悲しき母子家庭愛ってやつですか。信じてくれるかな。やってみる。脅すのね。100万なんてどうやって払えって言うのよ。キャンセル料やらでお金飛んだのよ。あなたは1円も払わずに逃げたくせに。浮気するから悪いんだよ。してないって言ってるでしょ。100万の件は少し待ってて。母にはデタラメ言わないで。あ、ごめん、もう送っちゃったわ。は？指が滑った。どうしてくれるのよ。次はこんな写真じゃ済まないぞ。プロに頼んでもっと際どい合成写真作ってもらうから。こんな脅しを LINE 上に残してることを自覚してるの？お前こそ夜道気をつけろよ。スマホ奪ってでも LINE の履歴消してやるよ。最低なやつ。本当に終わってるわね、人として。よかったな、こんなのと結婚せずに済んで。覚えてなさいよ。絶対に後悔させてやるから。慰謝料の準備ができました。お、仕事が早いね。さすがキャリアウーマンのミーノミッチョン。1000万です。おいおい、ゼロ一つ多いぞ。いいえ、間違ってません。そんなにくれんの？期待以上だね。太っ腹だね。何言ってんの。あなたが払うのよ。冗談はその地味な顔だけにしてくれよ。そっちも冗談は薄い頭髪だけにして。てめえ、俺が一番気にしてること。まずは結婚式のキャンセル代、直前ということでほぼ全額かかった。これが300万。俺は出さねえぞ。それから浮気の慰謝料、これが200万。あなたの言う通り婚約していても請求できるの。は？お前やっぱアホだな。なんで俺がお前に払うんだよ。浮気したのはお前だろ。あなたってみんなに嫌われてたのね。笑っちゃうわ。は？どういうことだよ。誰とは言わないけど、あんた周りにあんなブスよりこいつの方が綺麗だろって紹介しまくってるらしいじゃない、浮気相手を。ああ、今は本命か。くそ、誰が作ったんだ。言えないって言ってるでしょ。一度で理解しろ、アホ。てめえ。証言してくれる仲間はたくさんいるわ。観念しなさい。くそ。そしてドレス代、これが500万。はぁ、お前やっぱおたんこなつだな。なんであんな大したことないドレスが500万もすんだよ。あんたなんかにあのドレスの価値が分かってたまるか。あれはゴミだ、俺でも分かる。母は会社社長の父と結婚したけど、私が生まれてすぐ父は他界したの。だからなんだよ。そこの姑が厳しい人で、本当は母が全部相続できたのに、たったの1000万とあのウェディングドレスを持たされて追い出されたのよ。私が女の子だからという理由で。お前のせいじゃん。あれは父が母のために作ってくれた世界で一つのオートクチュール。なんだよそれ、チャオチュールみたいなもんか。うるさい。姑訴えればよかったじゃんよ。お前の母ちゃんマホだな。訴えれば勝てたんだろうけど、昔は今ほど訴訟なんて一般的じゃなかったのよ。で、あなたが燃やしたのはそのドレスよ。それが500万するって証拠は。母は几帳面な人でね、ドレスの注文表と領収書が取ってあるの。もちろん母が着た写真もある。あまりにもすごいドレスで、取材が来たから雑誌を探せばどこかにあるはず。どれもあのドレスの価値を証明してくれるわ。だとしても買った当時の値段のまんまなわけねえだろ。そうね、買った当時は1600万だから。は？燃えかす見た？宝石もついてたはずよ。それにあなたは化学繊維かなと言ったけど、ほとんどシルクよ。うっそ。その価値だけで500万はくだらないだろうって、お店の人が。マジかよ、やべえじゃん。さて、総額1000万を支払いいただきましょうか。ねえよ。でしょうね。ない袖は触れない。残念でした。そちらこそ残念でした。え？民事執行法ってご存知？知るわけねえだろ。あなたが持ってるものを強制的に差し押さえて払わせることができるのよ。それはお前が裁判で勝てばだろ。勝つに決まってるじゃない。燃やしてる動画もあるし、たくさんの証言もある。俺にも写真がある。際どいやつだぜ。合成を暴くのは簡単よ。
裁判で嘘の証拠を提出したらどうなるかご存知？あなたの持ってる車、マンション、給料、全部差し押さえてあげる。やめろ、そんなことしたら新しい生活が送れないだろう。そもそもが無理でしょ、警察のお世話になるんだから。なんでだよ。あなたがやったことは全部犯罪。ドレスを燃やして私を夜道がどうとか写真を使って脅した。証拠は全部ある、警察にも連絡済み。ふざけんな。至って真面目よ。お前が悪いんだ、お前がブスだから。自分も大したことないくせによく言うわ。イケメンに言われるなら引き下がるけど、あんただけには言われたくないわ。くそ。母はあんたが送った写真を見ても私を疑わなかったわ。そしてドレスを燃やされたことを知って泣いた。私はあの涙を流させたあんたを一生許さない。許して。ふざけてる場合じゃないの。1000万よ。想像してみて、すごい金額よ。人生がガラッと変わるわね。俺の新生活が。私なら1000万も借金があるような男とは絶対に結婚しない。友達も離れちゃった。女まで失うのかよ。とろろ昆布より薄っぺらい人間だってこと気づかせてくれてありがとう。このまま結婚してたら私泣かされてたわ。本当によかった。よし、やり直そう。は？元さやってやつだ。結婚式は挙げず入籍だけしよう。愛してるよ、みなみ。近くにいたら思いっきり蹴りたい。蹴ってもいいから結婚しよう。冗談は足の匂いだけにして。また俺の気にしてることを。あなたとは絶対に復縁しない。今後は弁護士を通してしかやり取りをしない。LINE も電話も完全ブロック。もし近づけば接近禁止の手続きを取る。わかった？わかりました。母がもうすぐ退院できそうなの。温泉でも連れてってあげたいから早めに慰謝料払ってね。そんな、少し減額してくれよ。ビタ一問負けませんので。元婚約者だろ？少しは多めに見てくれてもいいじゃないか。嫌です。みなみ頼むよ、助けてくれよ。さっさと払え、クズ。その後太一は警察に捕まりました。塀の中に行ってほしいところですが、慰謝料もさっさと払ってほしいので悩ましいところです。裁判は私の完全勝利。とりあえず車を売らせて200万だけは先にもらえたので、心配をかけた母と2人でちょっと高級な温泉行ってきました。母はあのドレスのせいで父の影がずっと消えず、無意識に息苦しさを抱えていたと告白してくれました。悲しいけれど燃やされたおかげで少しすっきりしたと。意外でした。幸い前撮りした写真があるので、それをプレゼントしたら嬉しそうにずっと眺めてる母が印象的で、その日は母といろんな話ができました。この時間を持てたのはあのアホ男のおかげかもしれませんが、許す気持ちは一切ありません。一生かけてでも償ってもらいます。今頃拘置所かな、寒いだろうなーなんて、あったかい温泉の中で優越感に浸ってみたりして。私って嫌なやつかな。今日はシフォンケーキを焼いてね。そこにアイスクリームを添えて、オレンジのスライスとミントの葉、忘れないようにお茶はミントティーで、ガラスのティーポットにしてよ。今日も午後行くからお茶の用意をお願い。午後は予定があって。買い物なんていつでも行けるでしょ。それよりママ友を大事にしないとダメよ。でも昨日もお茶に見えて、カップケーキとラズベリージャムとスミレのエディブルフラワーを添えてフルーツティーって言ってましたよね。ああ、昨日のも写真映えしてよかったんだけど、ランチョーマットの色がイマイチだったわ。週に4日は来てますし、お茶菓子まで指定されるのはちょっと。何よ、お菓子作りが趣味だって言うから試食してあげてるんじゃない。その割には写真撮りまくったらろくに食べずに残して帰りますよね。だって甘いの食べると太るでしょ。私体型にかなり気を使ってるのよ。お茶に来ない日でも勝手に庭に入って写真撮影もしてるし、お花が綺麗なんだもの、いいじゃない。あなたのご自慢のガーデニングでしょ。ママ友の私が評価して写真を撮っているのよ。喜びなさい。でも勝手に庭に入られるのは。あら、勝手じゃないわよ。前にサナエさんがいつでも花を見ていってくださいって言ったでしょ。それは言いましたけど。ならいいじゃない。先日庭木にハンモックか何か吊り下げませんでしたか。枝が折れていたんですけど、あなたの素敵なガーデニングにはハンモックが似合うと思ったのよね。やってみたら大正解よ。素敵な写真が撮れたわ。そんな勝手なことしないでもらえませんか。あら、あなたの素敵な庭や
お菓子を私が綺麗な写真に撮ってあげているんだから感謝はされてもこんなこと言われるなんて心外だわ。でもその割には一度も写真を見せていただいたこともありませんけど。あら、そうだった？じゃあ今日お見せするわよ。でも今日は本当に無理なんです。何よ、ママ友より自分の都合を優先するの？さなえさんって自分勝手ね。夏休みに家族で海外旅行に行くので、パスポートの手配とかいろいろ準備があるんです。海外？いいわね。どこへ？ハワイです。海外旅行は初めてなので、スーツケースとかも用意したいですし。ねえ、私も連れて行ってよ。え、それはその。冗談よ、私そんなに非常識じゃないわよ。期間はどのくらいなの？ああ、冗談なんですね。よかった。1週間行くので、花の世話とかは近くに住む両親にお願いしたんです。1週間も？いいわね。じゃあ今日は庭の写真で我慢するわ。だからお茶は明日よろしくね。さなえさん、海外旅行楽しんでる？はい、初めての海外にみんな興奮しちゃって、すっごく楽しいです。羨ましいわ。お土産よろしくね。はい、ママ友みんなに買っていきますね。あら、私みんなと同じものは嫌よ。他の人とは違うものにしてよね。違うものですか？写真映えする素敵なものにしてよね。写真映えって？ゆかりさんインスタやってるんですってね。あら、教えてなかったのに。なんでわかったの？他のママ友さんから聞きました。インスタ見たら、うちの庭とか私が作ったスイーツの写真が随分載っていましたよ。写真綺麗に撮れてたでしょ？でも、なんで私が作ったスイーツが全部ゆかりさんの手作りってことになって、庭はゆかりさんの家の庭っていうことになっているんですか？ゆかりさんのお宅の庭って確か草ぼうぼうですよね。あら、バレちゃった？まあ細かいことはいいじゃない。いいからハワイ楽しんでいらっしゃいよ。そうですね、まあ今行っても仕方ないし、帰国したらそのことはちゃんとお話しさせていただきますね。はいはい、そうしましょう。ところで私は今どこにいるでしょう？ゆかりさんのお宅もどこかへ出かけているんですか？そりゃあせっかくの夏休みだし、まあ近くなんだけどね。そうですか、近場でもいろいろいいところありますよね。ええ、近くに穴場を見つけちゃってね。だから今日は家族でバーベキュー。キャンプですか？楽しそうでいいですね。奮発していいお肉とか揃えちゃった。どちらのキャンプ場へ行かれているんですか？すぐ近く。え、じゃあ公園とか？公園ってさ、今人が多いじゃない。だからもっと近くのお庭でやるのよ。庭？お花もたくさん咲いててすっごく素敵よ。あの、まさかと思いますが、私の家じゃないですよね？あら、そのまさかよ。昨日からさなえさんのお家に家族で泊まっているのよね。1週間旅行に行ってくれて助かるわ。リビングだけじゃなくて寝室もインテリアが素敵ね。おかげでとってもいい写真がたくさん撮れたわ。家族でってどうやって家に入ったんですか？だっていつも玄関に鍵が置いてあるじゃない。え、鍵をなくしたと思ってたらゆかりさんが持ち出したんですか？不用心よ、玄関に鍵を出しっぱなしなんて。それって泥棒じゃないですか？違うわよ、鍵は後で返すし、物を取ったりもしないもの。でも勝手に家に入っていますよね。そのくらいいいじゃない、ケチケチしないの。それより今日はね、今流行りのお庭キャンプも兼ねてキャンプ用品もレンタルしたの。もう本格的よ、すごく映えるわ。ちょっと、私の家ですよ、やめてください。今夫がテント張っているんだけど、結構難しいのね。ペグっていうの？あのでっかい釘みたいなのがうまく刺さらないって、さっきから3回くらいやり直してるのよね。芝生がダメになります、勘弁してください。バーベキューやるのにテントを柵の方に寄せたら、なんか苗の上になっちゃったんだけど、いいわよね？それ多分芽が出たばかりのハーブです。こんなの初めてだから、チョビも興奮しちゃって嬉しそうに穴掘っているわよ。え、犬まで連れてきたんですか？あ、包丁とか皿は借りるから、ペアのワイングラスも借りるわ。それは結婚祝いにもらって大切にしてるんです。なんかいいワインやったから開けちゃった。お願いだから帰ってください。いやよ、これからいよいよバーベキューだもん。インスタ実況もするのよ、よかったら見てよね。なんで自分の家で他人がバーベキューやる様子を見ないといけないんですか？私のインスタって3548人もフォロワーがいて人気あるのよ。とにかく私の家でバーベキューだのキャンプだの今すぐやめてください。バーベキューコンロって炭を使うのね。知らなかったわ。炭ってなかなか火がつかないのね。火を使わないで、火事になったら困りますから。そんな大丈夫よ。あ、まずい。え、なんです？ねえ、何したんですか？どうしよう、すごい燃え上がっちゃった。すぐ
く水かけて消してください。だって水かけたら炭使えなくなるんでしょ。いやよ、そんなこと言ってる場合ですか。早く、テントに火がついた。これレンタルなのよ。早く消防車呼んでください。ゆかりさん、ねえ、火は消えましたか。ゆかりさん、うるさいわね。消えたわよ。テントが半分燃えて、レンタルしたキャンプ用品が真っ黒。最悪だわ。消えたんですね。よかった。家は大丈夫ですか。家は平気よ。芝生がだいぶ焦げたけど。家が平気なら芝生はもう諦めます。だから帰ってください。いやよ、だって今日もここに泊まるんだもん。はあ、まだ泊まる気なんですか。そうよ、夏休みはどこにも行かない代わりに1週間早苗さんの家で過ごすって決めたんだもの。それって住居不法侵入って犯罪なんですよ。分かってますか。うるさいわね。旅行して家にいない間ぐらい貸してよ。減るもんじゃないし。それに私のフォロワーはこの家が私の家だとみんな思ってるの。今までは庭とリビングの写真しか出してなかったけど、寝室や他の部屋の写真を載せたらとっても反響がいいのよ。インテリアのセンスがいいですって。ゆかりさん、インスタ写真が撮りたければ自分の家でやってください。いやよ、私個人情報は出さない主義なの。人の個人情報は晒してますよね。あ、そうか、ゆかりさんの家ってすごいお家でぐちゃぐちゃなんでしたっけ。フォロワーさんたちが真実を知ったらどう思うでしょうね。私が人気おる頃ってやきもち焼いているのね。別に私はインスタとか興味ありませんから。それよりそろそろ到着する頃ですよ。何が。警察です。え、どういうこと。さっきから横で夫が激怒してます。もちろん私もですけどね。だから近くに住む私の両親に連絡して警察に通報してもらいました。両親ももうすぐそちらに着きます。嘘でしょ。ここまでされて黙っている方がおかしいと思いますけど。わかったわよ、片付けて帰るわよ。仕方がないわね。それと芝生を焼いたりしているようなので後日損害賠償請求させていただきます。え、何言ってんの。友達からお金取る気。ゆかりさんは私にとっては友達でも何でもなくて大迷惑なドキュンですから。何それ、ひどいわ。ひどいって、それはこっちの言い分ですよ。やだ、本当にパトカーが来た。どうしよう、捕まっちゃうの。ねえ、ごめんなさい、謝るから許してよ。今さら遅いです。警察でたっぷりと反省してきてくださいね。そんなこと言わないでよ。やだ、近所のママ友たちが集まってきちゃった。これじゃみっともなくて今後ここで生活していけないじゃない。ねえ、今までのこと悪かったわ。だから警察に帰ってもらってよ。早苗さん、お願い。ゆかりさん一家はご近所やママ友の見守る中警察へ連れて行かれました。この様子は本人がつけっぱなしだったカメラでインスタ実況されていてネットで大きな話題に。結局ゆかりさん夫婦は初犯のため罰金だけで済んだようですが、罰金の他にレンタルしたキャンプ用品の弁償、我が家の損害賠償請求などで100万以上はかかったらしいです。そしてゆかりさん夫婦はお互いに責任をなすりつけ合って離婚。その後ゆかりさんがお金のために怪しげな動画に出ているという噂を聞きました。私は毎日嫁ってきたドキュンがいなくなり、趣味のガーデニングやお菓子作りをのんびりと楽しんでいます。母さんの葬儀も終わったし、お前もお腹の子も用済みだ。さっさと出て行け。は？説明させんなよ。お前はもう必要ないから出て行けって言ってんの。ちょっと待って、いきなり何なの？母さんを介護させるために妊娠させたんだよ。その母さんがいなくなったんだ。お前に何の利用価値がある。ひどすぎない？足腰が強そうで真面目そうなら誰でもよかったんだ。私のことを好きって言ったのも嘘？嘘に決まってるだろ。お前みたいなブス誰が好きになるかよ。君の子供が欲しいから結婚したいって言ったよね。女は子供をちらつかせるとすぐ落ちるんだよ。君の子供が欲しいなんて口説き文句、俺様が使えば誰でも落とせるね。ショックが大きすぎて。まあ母さんの介護はよくやってくれたわ。最後の方はわけわかってなかったけど、一応あれでも俺の親だからよ。介護のせいとは言わないけど、私体調崩してしまって、今追い出されたら困るのよ。そんなの知らねえよ。体調管理もできない嫁なんかますますいらねえわ。遺品整理とか書なのかとか、まだやることいろいろあるのよ。あれ、
まさか遺産狙ってる？そんなわけないでしょ。母さん結構溜め込んでたと思うけど、お前には1円もやらないから。お金なんていらないよ。出来婚で結婚式もしなかったから、俺が結婚してるって知らないやつ多いんだよ。今までも独身みたいに遊んできたけど、これからは遺産で豪遊するぜ。悪いことは言わないわ。お金はいざという時のために取っておいた方がいいよ。うるせえな。もう妻じゃなくなるんだから、偉そうに説教すんなよ。あなた子供には会えなくていいの？あと半年で生まれるのよ。全然会えなくていいね。むしろ会いたくないね。正真正銘あなたの子なのよ。なんとも思わないね。お前の子だからどうせブスだし。せめてお母さんの四十九日までいさせて。あなた法事とかわからないでしょ。そんなにいるの？私も体調が悪くて今引っ越しは厳しそうなの。妊娠の経過もあまり良くなくて。じゃあ初七日までやってから出ていけ。四十九日とかはやらなくていいわ。そんなのダメよ。しっかり供養してあげないと。俺の母さんなら大丈夫。今頃天国で麻雀でも打ってるさ。私は秋野、32歳の妊婦です。ユータに口説かれて舞い上がってしまい妊娠。まさか介護させるための妊娠結婚だったとは。私っておめでたい女ですよね。病気で寝たきりの姑の介護を4ヶ月ほどやってきました。お母さんは優しい人で、いつも申し訳ないと言ってくれて、介護は全く苦ではありませんでした。でも無理がたたったのか体調を崩してしまい、その上早産の兆候まで出てしまって、なるべく安静にしないといけません。なので出て行けと言われても今はなるべく動きたくないのです。そんな私の気持ちはお構いなしに、夫はさらなる仕打ちをするのでした。1週間後。お前まさかまだ家にいんの？先生に絶対安静だって言われちゃって。初なのか終わったんだからさっさと出てけよ。あと数日だけお願い。そうやって居座ろうとしてんだろ。あなたが私に愛情がないと知ってしまったら、これ以上いるつもりはないわ。それは理解してるから。今日からそこで女と住むんだよ。は？お前が寝てたベッドのシーツ全部新品に変えておけよ。今日から女がそこで寝るから。私は今もベッドに寝てるのよ。絶対安静なのにシーツ交換なんてできるわけないじゃない。知るかよ。さっさとやれ。まだ離婚も成立してないのに女性を連れ込むなんて、私をバカにするのもいい加減にしてよ。ただの介護要員が偉そうに。何を妻みたいな発言してんだよ。私はトイレくらいしか動けないの。赤ちゃんを守らないといけないのよ。さっさと実家に帰るなり、アパート借りるなりすればいいだろ。いつまでも俺に寄生すんなよ。お願いだから追い出さないで。ダメだ。俺が帰った時にまだ家にいたら飛び蹴りしてやるからな。そんな恐ろしいこと言わないで。本気だぜ。お前の腹にドロップキックを見舞いしてやるよ。自分の子なのによくそんなことができるわね。やっぱ好きな人の子供じゃないと可愛くないみたいだわ。相手とも思わねえもん。分かった。あなたに何かされる前に私がこの子を守るわ。やっと出ていく気になったか。パパには頼りたくなかったけど仕方ないから迎えに来てもらう。お前の親父って一度しか会ってないけど全然喋んなかったよな。俺にビビってたんだろう、あのじじい。パパのことまで悪く言うのね。だって結婚の挨拶だってのにほとんど喋らないんだぜ。頭おかしいだろ。パパなりの思いがあったのよ。まあいいや。とにかく夜までには出ていけよな。分かったわ。離婚届とか、あとは弁護士通してやり取りってことで。あー、二度とお前に会わなくて済むと思ったらせいせいするわ。よかったわね。今のうちに最高の気分を堪能しておいて。翌日。先に謝っとくわ。ごめんね。何をだよ。パパに全部話しちゃったの。あまりにも悔しくて。別にボンクラ親父にチクったぐらいじゃビビらねえよ。逃げた方がいいかも。誰から逃げるんだよ。うちのパパよ。娘を返品されてキレてんのか。あんな老いぼれなんかデコピンで追い返してやるから心配すんな。ならいいんだけど、一応伝えておくと、パパがバット持って向かったから。は？ヤクザのパパがキレてるのよ。は？ヤクザって何？肩身が狭い職業だからさ、言わない方がいいと思って隠してたの。ごめんね。
じゃあお前はヤクザの娘ってこと？そう、嫌なんだけど仕方ないよね。だから実家にも帰りたくなかったのよ。でもパパ優しいからすぐに私を受け入れてくれたの。ただ怒ると怖いけど。なんで結婚の挨拶の時あんなにおとなしかったんだ？私が黙っててほしいって頼んだのを喋ると必ずボロが出るから。そうだったのか。出来婚なんて怒るかと思ったけど孫が見たかったんでしょうね。思いのほか喜んでくれててさ。なのにこんな追い出され方をしたもんだからもう手がつけられないくらい怒っちゃって。どうしよう。若い衆5人くらい引き連れて出てったわ。一応引き止めたのよ。殴る価値もないからって。今すぐ親父さんに電話してやめるように言うんだ。あ、LINE 来た。東京湾に沈めてやるからな、だって。何その映画みたいな脅し文句。気にしないで、これはパパの挨拶みたいなもんだからさ。そんな怖い挨拶あるかよ。やべえよ、ちびりそうだよ。助けてくれよ。あなたを許せないっていうパパの気持ちもわかるのよね。何より私本人が一番傷ついたし。それは悪かったと思ってる。あなたは悪いなんて思ってない。 LINE 見返してみるといいよ。とんでもなくひどい言葉を私に投げつけてるから。まだ女がここにいるんだよ。こんなところ見られたら親父さんの怒り倍増だよな。そうね、筋の通らないことは大嫌いな人だから。女の人も一緒に東京湾コースかな。やめてくれ。一人じゃないから寂しくないでしょ。よかったじゃん、二人仲良く沈めてもらえば。さらっと怖いこと言うなよ。そうそう、言うの忘れてたんだけど、昨日弁護士さんから電話があってさ。弁護士？俺まだ離婚手続きの依頼なんかしてないぞ。それがお母さんの遺言の件らしいの。は？そんなもの残してたのか。全財産を秋野さんに譲るって遺言を弁護士さんに預けてたそうなのよ。嘘だろ。私もびっくりしちゃった。孫が生まれたらいろいろとしてあげたかったけど、それが叶わないから遺産だけでもって。冗談じゃねえぞ、俺の母親なんだ。なんでお前が関係あるんだよ。わかんないけど弁護士さんが受け取る権利あるって言うから。くっそ、あのババアめ。ほんのちょっと介護しただけなのにこんなの受け取れないって思ってたんだけど。その通りだ、お前に受け取る権利はない。私が断って全額あなたに行くってのもなんだか尺じゃない。なんでだよ、俺の金なんだからいいだろ。望まないくせに介護のために妊娠させて、親がいなくなったらゴミのように捨てた男が大金を手にしてハッピーになったら世の中やっぱりおかしいじゃない。おかしくない。大金っていくらだったんだ。3000万。は？そんなに？あのババア隠し持ってやがったな。私への感謝の気持ちだそうよ。ダメだ、全部返せ。いやよ、これは子供のために使わせていただきます。その子の父親は俺だ。子供に使うかどうかは俺が決める。今さら父親面しないでよ。それに私妊娠してないから。え？あなたの子を妊娠してないってこと。は？お前こそ浮気してたのか。違うわよ。あなたというクズな父親の存在と記憶を今日限りで消すことにしたの。ってことはこの子の親は私だけってことになるよね。じゃああれだな、養育費とかは絶対請求するなよ。あら、よくご存知で。それとこれとは別の話よ。俺の子じゃないと思って育てていくんだろ。だったら払う義務ないじゃないか。日本の法律はそうはなってないのよ。20年間養育費の支払い頑張って。やだね、払うかボケ。同じことパパに言える？そのこと忘れてた。てか全然来ないけど。コンクリートでもこねてんのかしらね。怖いこと言うなって。あ、パパたち着いたって。マジかよ。鍵開けた方がいいよ、どうせ壊されるから。やだ、やめてくれ。我が子にはあなたのパパは海のお魚さんの餌になったんだよって伝えておくね。まだ死にたくない。頼むから助けてくれ。骨折くらいで済むと思うよ、頑張れ。後日談。その後やってきた父と子分にそれなりにボコボコにされた後、事務所に連れてこられ私に土下座をしてくれました。相手の女にも慰謝料払わせる旨の一筆を書かせて解放となりました。それにしてもよかった、あいつが遺留分侵害請求書を知らなくて。
相続があったことを知った時、そして遺留分を侵害されたことを知った時から1年間権利を行使しないと時効で消滅してしまうんです。案の定1年間待ってみましたが何も言ってきませんでした。あんな奴に3000万も渡してたらと思うとゾッとしますね。当てにしていた遺産が手に入らず貯蓄もないユータはパパの知り合いの建設会社に無理やり転職させられて朝から晩まで働いています。養育費と浮気の慰謝料は毎月の給料から天引きできっちりいただいております。パパは初孫にメロメロで牙の抜けた虎みたいです。今日から同棲生活開始ね。徹底的に教育して我が家にふさわしい嫁にしてあげる。え？返事ははいだけでいいの。あんたイサムちゃんと結婚しただけで我が家の嫁になったつもり？親であるこの私に認められなきゃすぐに追い出される運命なのよ。お母さんですか？2年前に私たちの結婚式をドタキャンして、さらに貯金を奪ってそのまま姿を消し、お父さんや親族一同をドン引きさせた伝説のお母さんなんですか？誰に説明してんのよ。いえ、あまりにも突然のことだったので自分の中で情報を整理したくて。とりあえず同居したいという要求の件でしたら却下です。はあ？この私が同居してあげるって言ってんのよ。うちの人ついにあの世に行っちゃったんだってね。だから代わりに私が一緒に住んであげるって言ってんの。うちの人？離婚届を置いて出て行きましたよね。とっくに離婚は成立しています。だいたい葬儀にも来ないで何言ってるんですか？お父さんも激怒ですよ。あの世の人間が激怒したって怖くもなんともないわよ。遺産が入ったからあんな豪邸を建てたんでしょ。本来なら私のものになるはずだったんだから、当然私にも住む権利があるわ。っていうか豪邸は私のもの。遺産なんかもらってません。つまんない嘘つかないでよ。あの人ケチだからかなり溜め込んでたはずよ。豪邸を建ててもお釣りが来るくらいにね。残りの財産も私のだから用意しておきなさいよ。いや、2年前に300万円ほど持ち逃げしてますよね。お母さんは離婚してるのでそもそも相続できないですから。はあ？私がイサムの母親であることに変わりはないわ。だからあの子が相続する財産は私のものなの。そんな当たり前のこともわからないのかしら。身勝手すぎる理屈ですね。とにかく今日から同居するわ。新しいお父さんも一緒よ。新しい？やっぱり男の人と逃げてたんですね。みんな予想はついてましたけど。もう過ぎた話でしょ。それにあの人はもうこの世にいないんだから、私がどうしようと勝手よ。これからは彼が我が家の家長となるんだからね。逆らうことは許さないわ。我が家ってもうお母さんは他人なんですけどね。本当に生意気な嫁ね。今日から徹底的に教育してあげるから覚悟しときなさい。どうやって私たちの新居の場所を知ったんだかわかんないですけど、来たって誰もいませんよ。私たち昼は仕事ですから、まあいても入れませんけど。そんなのどうにでもなるわ。新しいお父さんはとっても強いのよ。ドアや窓をぶっ壊すくらい簡単なんだからね。お母さんゴリラと逃げてたんですね。あ、そうか。お母さんもちょっとチンパンジー的な要素濃いめでしたね。ほんと口だけ達者なクソ嫁ね。このクソ嫁、ダメ嫁、クズ嫁。本当にゴリラレベルまで IQ 落とさないでくださいよ。二度とそんな口が聞けないようにとことんまで追い詰めてやるからね。豪邸も財産も全て私のもの。私たちに逆らうんだったら追い出してやるわ。勝手に言っててください。何を勘違いしてるんだか知らないですけど、どうなっても知りませんから。もうすぐ新居に到着よ。引っ越しちゃったらこっちのもんよ。新生活スタート、楽しみだわ。非常識義母藤子の話が長すぎて申し遅れましたが、私は忍、30歳の会社員です。夫の勇と結婚2年目で子供はいませんが、仲良く幸せに暮らしています。藤子は私たちの結婚式の直前に離婚届を置いて突然姿を消しました。しかもすぐに下せる状態だった義父の貯金300万円を奪って。おかげで結婚式前後はかなりの騒動に。それでも気を取り直してなんとか新婚生活をスタート。結婚後しばらくは狭いアパートで暮らして、貯金もある程度貯まったので思い切って郊外に家を建てて一人暮らしになった義父と同居することにしたのです。そんな中、定年を迎えたばかりの義父の葬儀をすることになってしまったのです。
その直後、突然藤子からの連絡です。正直腹が立ちました。本当に家にやってくる気なら仕事を早退して迎撃体制を整えなければなりません。しかし一旦イサムに連絡してみると予想外の答えが返ってきたのです。まさか全部計算づくだったなんて思いもしませんでした。助けて、すぐに帰ってきなさい。大変なことが起こってるの。まだ仕事中なんですけど。それどころじゃないの。あんたの新居どうなってんの。本当に来られたんですね。信じられない神経。あんたちゃんと葬式やったの。どうせケチって適当に済ませちゃったんでしょう。そんなことないですよ。素晴らしい葬儀だったって皆さん喜ばれてました。喜んでた？葬儀で喜ぶなんてどんな神経よ。そんなだからこんなことになっちゃったんでしょ。とにかくすぐに帰ってきなさい。さっきから何をそんなに騒いでるんですか。まるで話が見えないですよ。あの人がいるのよ。すごい剣幕で私と彼を怒鳴りつけてくるの。なんかナタなんか持ってるし、やばいのよ。ああ、お父さんもう帰られたんですね。帰った？何言ってんのよ。お盆にはまだ早いでしょ。え、毎日夕方には帰ってきますけど、ナタとか鎌を持って。どんな状態の中で生活してんのよ。音量が出たってのになんでそんな冷静なの。あんたちょっとおかしいんじゃない。音量か。確かにお母さんにとってはそうかもですね。すごく怒っていましたし、絶対に痛い目に合わせてやるって何度もおっしゃっていました。そんな、お願いだから何とかして。外に出られないの。外って？どこにいらっしゃるんですか。ひとまず彼とトイレに逃げ込んできたの。ここしか鍵がかけられるところなかったし。いい大人が二人でトイレにすし詰め。ウケますね。笑ってる場合じゃないのよ。まさかあの人が怨霊になってるだなんて。帰れないならお祓いできる人を呼んでよ。お祓いなんて無駄ですよ。え？もしかして一度試してダメだったとか。どんだけやばいのよ。幽霊だったら払えるかもしれないですけど、お父さん生きてますよ。は？え？どういうこと？イサムから葬儀が終わったって連絡があったのよ。他の親族からも葬儀にも出ないで何のつもりだって。めっちゃ留守電入ってたし。確かに葬儀はしましたよ。生前そうですけど。はい？何よそれ。ご存知ないんですね。最近では生きてる間に葬儀を済ませる方も結構多いみたいですよ。お父さんって変わったこと好きじゃないですか。だから定年を機に自分の葬式をやりたいって言い出したんです。え、じゃあこのドアを鬼ノックしてるのは怨霊じゃないってこと。そうですよ。お父さんはまだまだ元気です。元気すぎて定年後も毎日山仕事に出かけてるくらいです。新居の薪ストーブの薪もお父さんが毎日割ってくれるんですよ。だからナタを。もうビビらせないでよ。何安心しちゃってるんですか。お父さんが激怒してるのは事実なんですけど、ご自分の立場を理解していないんですか。あ、私は知らなかったんですが、これはお父さんとイサムがお母さんをおびき寄せるための作戦でもあったそうです。え、そんな。でもどうしてそこまで。罪を償わせるために決まってるじゃないですか。浮気の末、家の貯金持って逃げてるんですから。私たちの結婚式もドタキャンしましたよね。母親がドタキャンなんて普通はありえませんから大変だったんですよ。自分の罪を数えたことありますか。待って、浮気じゃないのよ。彼とは離婚後に出会ったの。貯金だって財産分与でしょ。そもそも浮気がバレそうになったから逃げたんでしょ。残念ながら証拠もしっかり揃ってるそうです。それに以前から浮気やらホスト通いやらで散々貯金を使い込んでたそうじゃないですか。財産分与どころか逆に請求されることになりますね。そんな、どうして年寄りをそこまで追い詰めるのよ。ずっと追い詰められてたのはお父さんの方ですよ。気丈に振る舞ってはいましたが、やっぱり落ち込んでました。あんたみたいな妻でも長年連れ添った挙句にあんな裏切られ方をしたんですからね。だから家を建てて同居することにしたんですよ。そしたら今度は浮気相手と家まで強奪しようとするなんて。いや、それは誤解なのよ。あの人が旅立ったって言うから、あなたたちのことが心配で。心配？
追い出してやるとか息巻いてませんでした？それはちょっとした冗談よ。久々にあなたたちに会えるのが嬉しくて、つい嬉しくなると暴言吐くんですね。そんな人とはとても一緒に暮らせません。まあ最初から絶対にありえない話ですけどね。そんなこと言わないで。ここに住むつもりで前の家も引き払ったの。お金も全然ないの。年老いた親をこのご時世に追い出すつもり？勝手に出てった人とその浮気相手をセットで養うほど成人じゃないので。だったらいいわ。言ったでしょ、私の彼すごく強いんだからね。毎日筋トレしてるのよ。ベンチプレスは驚きの60キロを上げるのよ。あんなジジイ軽くひねってやるんだからね。今イサムもそっちに着いたみたいです。忘れました？イサムはアマチュアレスリングの日本チャンプですよ。ちなみにベンチプレスは180キロくらい上げてます。え、そうだった。勝ち目ないじゃないの。もう積んでるんですって。藤井聡太二冠だって投了しちゃう状況です。じゃあ私どうしたらいいの？お願い、あなたもすぐに帰ってきて一緒に謝ってね。嫁でしょ。なんで私が謝るんですか？今日は積もった話もあるかと思いますので私は帰りません。久々に実家に帰ろうかな。じゃあ頑張ってくださいね。ちょっと待って、私を見捨てないで。ねえお願いよ。お金も住むところもないの。無視しないでよ。その後観念してトイレから出てきた藤子と彼氏はお父さんと勇に捕獲され、持ち逃げした300万円と浮気の慰謝料それぞれ300万円ずつ、また勝手に使い込んだ貯金などで合計1000万円近くを請求されることになりました。現在2人はその支払いのために昼夜問わず働きながら貧乏生活を送ってるそうです。一方私たちは最低女をしっかり成敗できたことで、すっきりとした気持ちで楽しい日々を送っています。今高級ホストにいるよ。支払いはお姉さんのカードでね。え？私のクレカ盗んだの？失礼なこと言わないで。このカードが私を呼んだから借りてやったの。はあ？アラサー独身女と一緒はいいや。ピチピチ女子に使われたいってクレカから声が聞こえたよ。そんなわけないでしょ。いつの間に持ってったの？昨日お宅に行った時よ。一昨日もうちの冷蔵庫の惣菜漁ってったのにまた来てたんだ。夫が出張中で寂しくて義実家に遊びに行くのが悪いこと？あなた弟が出張じゃなくてもいつも合鍵で勝手に上がり込んでいろいろと物色してるでしょ。結婚した時にお母さんからここを実家と思ってねって言われたし、別にいいじゃん。物には限度ってもんがあるわよ。挙句に私のクレカを盗むなんて。だってお姉さんのカバンリビングにあったんだよ。好きに使ってって意味で置いてたんでしょ。昨日は大雨で帰ってすぐお風呂に入ったからそこにあっただけよ。なんだ、でも可愛い弟嫁に見つけてよかったね。全然良くないから、クレカはカード会社に電話してすぐ止めてもらう。そんなことしても無駄だよ。もう150万支払ったから。は？さすがに高級だけあってどのお酒も高くてあっという間にいっちゃった。よりによって限度額が一番高いカード持ち出すなんて。これが一番なの？行き遅れのバリキャリ女なのに150万が限界とかしょぼすぎ。私はクレカはあまり使わないし、それでも十分すぎるくらいよ。一生独身確定で老後の貯金してるからお金も使えないし趣味もないのね。つまんない人生。確かに貯金もしてるけど、そもそも支払いは現金派だし趣味だってあるから。主戦度女の趣味なんてスーパーの激安コーナー巡りとかそんなんでしょ。違うわよ、車でドライブするのが好きなの。はあ、そういえば夫から聞いたことあるかも。貧乏くじカーが好きで。ヴィンテージカーね。コスモスポンコツって車に乗ってるって。コスモスポーツよ。パッとしなさそうな名前だけど、まあいいや。私とドライブさせてあげる。は？クレカ限度額いったし、帰りのタクシー代持ってないから迎えに来て。行くわけないでしょ。へえ、私がわざわざ連絡してお願いしてあげてるんだよ。断るとかあんた何様？何様ってそれはこっちのセリフだけど。私は跡取りを産む弟嫁様よ。え？
あんたは一生独身なんだから私に尽くして当然なの。私結婚しないって決めてるわけじゃないんだけど。道で干からびたカエルに結婚なんて無理だっつーの。はあ？結婚に飢えたカッパみたいな男なら可能性はあるかもしれないけど、その子供なんて見れたもんじゃないわね。失礼すぎない？だって事実でしょ。それに比べて私はシンデレラ級に美人だからきっと可愛い子が生まれるわ。あなたはどっちかというとフェアリーゴッドマザーだと思うけど。私は人妻なんだから他の男が寄ってこないようにわざとこの体型にしてるの。はあ、そうなの。とにかくあんたは私に尽くす義務があるの。そんなのないし、迎えになんて行かない。来ないからタクシーで実家まで帰って玄関前で騒ぐよ。え？はあ、こんな夜中に追い出さないでお姉様って叫び散らしてやるんだから。やめて、夜中に騒ぐだけでも迷惑なのにご近所さんになんて思われるか。じゃあどうすればいいか分かってるよね。今から迎えに行く。最初っからそう言っとけばいいのよ。今回限りだからね。一家のお荷物独身女は一生私の召使いよ。グダグダ言ってないでさっさと迎えに来いっての。私はみゆき、27歳の独身で両親と実家に暮らしています。弟嫁のマリナさんは23歳、24歳の弟は半年前にマリナさんに押し切られる形で結婚したそうです。マリナさんは結婚当初から私が独身なのをバカにして嫌味のオンパレードでした。さらに自分のことを倹約家のできた嫁と言いつつ、我が家から惣菜から日用品からバカスカと持って帰る日々。新婚生活に水を差すまいとこれまで弟には黙っていましたが、まさか私のクレカまで持ち出すとは思いもよりませんでした。しかも常識知らずの彼女はさらに派手なことをしでかすのです。次の日。この車マジでポンコツなんだけど、どうなってんの？え？今あんたのコスモスポンコツに乗ってるけど、全然エンジンかからないの。コスモスポーツ？ってか、なんで乗ってるの？今からホストクラブ行くけど、あんたが仕事でいないから自分で乗って行こうと思ったの。タクシーで行けばいいでしょ。昨日ホストたちがこの車を見て盛り上がってたから気を引くのにいいかと思って。勝手なことしないで。そもそも合鍵は没収したのにどうやって入ったの？合鍵なんて 2,3 個複製してるに決まってるじゃん。ありえない、すぐに通報するから。身内が合鍵で入っただけで警察が動くわけないでしょ。あんたが恥かくだけだっつーの。そんな無茶苦茶な。それよりこのポンコツどうやったら動くの？それはマニュアルトランスミッション車。確かあなたオートマ免許だったよね。動かすのは無理よ。ミッション？オートマ？何よそれ。はあ、それすら知らないなんて。なんであなたみたいな人が免許持ってるのよ。失礼ね。私は実技の卒業検定をたったの19回で通った実力ドライバーよ。実技卒検を19回？信じられない。でしょ。筆記なんて12回で受かったし、運転には超自信あるんだ。ない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 、自信なんてすぐ捨てて。お願いだから車に触らないで。タクシー呼ぶの面倒だし、文句言うならあんたが送迎して。もうすぐ仕事の昼休憩も終わるし、職場を抜けられないよ。ならやっぱり私が運転していくしかないじゃん。どうせあなたには運転できないし、仮にできたとしても違法よ。免許があるのに違法なわけないじゃん。ああ、エンジンかかった。なんでかかっちゃうの？ああ、進もうと思ったら止まった。もう、クソポンコツじゃん。そう、そうよ。それはダメダメな車なの。だから諦めてタクシー呼んで。でもこの車はホストに受けが良かったし。お、またエンジンかかった。え？ああ、もう止まっちゃった。こうなったら無理やりにでも動かしてやる。ちょっと、やめて。あんまり無茶したら。げ、前の方から煙出てきた。は？ああ、なんかもう無理そう。タクシー呼ぶわ。え、ちょっと待って。車はどうなってるの？
なんか変な音がして前の方から煙が出てるからバケツで水ぶっかけとくね。何考えてるのやめて。もうかけちゃった。煙は消えたけど念のためもう何回かやっとく。お願いだからもう何もしないで。はあ、これで大丈夫かな。あれ、ダッシュボードに1万円入ってる。それ私がもしもの時のために置いてるやつ。もしもってまさに今じゃん。行きのタクシー代にもらってくね。どこまでがめついのよ。このポンコツ、私が帰るまでに直して迎えに来てね。じゃあ行ってきます。数時間後。車直った？今最高に盛り上がってるからホストに車見せに来て。昼から出かけてまだ遊んでるなんて大丈夫なの？平気平気。今日もあんたのクレカで支払いするから。え？リビングにあったブランドバッグと財布、あんたのでしょ？借りたよ。また勝手に持ってったの？このバッグ珍しい模様で引かれちゃってさ。どこまでもずうずうしいわね。今日もカード使いたい放題でドンペリで乾杯して最高。コールも気持ちいい。それはよかった。いっぱい楽しんできて。いいの？全然オッケーだよ。シャンパンでもドンペリでもどんどん行っちゃって。やっと観念して私に尽くす気になったのね。そんなわけないでしょ。え？その財布の中身全部おもちゃだよ。は？どういうこと？どうせまたやるだろうと思って予防線を張ってたの。でもまさか昨日の今日でやるなんてね。冗談でしょ。あなたはちゃんと財布開けてカードは確認したの？何これ、本当におもちゃじゃん。だからそう言ったでしょ。まんまと引っかかったわね。あんた、私から合鍵没収したでしょ。どうしてまた来るって分かったのよ。だってあなたのがめつさって体と比例してヘビー級だもの。家の鍵壊してでもまた来ると思ってたよ。こんなの詐欺よ、訴えてやる。私は自分のバッグにおもちゃを入れてただけ。勘違いしたあなたが悪いんでしょ。こんな珍しい模様のブランドバッグにおもちゃが入ってるなんて思わないじゃない。それ模様じゃなくてゲロの跡だよ。は？弟が大学生の時宅飲みで酔いすぎてそれにゲロって染みついちゃったんだよね。きっとあの男何やってんの。てかこんなもんさっさと捨てなさいよ。初任給で自分へのご褒美に買ったものだから捨てられなくて取ってたの。そんな理由で取っとくなんてバカじゃないの。バカでもゲロ模様のバッグをさそうと思って歩くあなたよりマシよ。あんたのいたずらにはもう付き合ってらんないわ。今すぐ本物のカード持ってきなさい。いや、行きませんけど。あんた自分の立場わかってる？この後に及んでまだ弟嫁に逆らおうっての。あなたこそ何にも分かってないよね。は？弟にはもう全部話したよ。あなたとは離婚するって言ってる。そんなわけないでしょ。彼は私にベタ惚れなのよ。それにしたって他人のカードを盗んで遊んで車を壊すような人間に惚れたままのアホはいないでしょ。そんなの全部あんたが私を陥れようとしたことにするわ。は？クレカはあんたが貸してくれたのに後になって騒ぎ出したことにする。クレカを勝手に使ったことは LINE のやり取りが残ってるけど。でもそれなら車はあんたが壊したのに私のせいにしたって言うから。それも LINE が残ってるし車庫には監視カメラがついてるから言い逃れはできないね。じゃあ本当に離婚されるしかないってこと？離婚だけじゃ済まないわよ。どういうこと？壊した車の修理代きっちり請求するから。あんなポンコツ車の修理代せいぜい 2,3 千円でしょ。あのコスモスポーツは初期型で状態のいいものだと 1,500 万ぐらいするの。何そのぶっ飛んだ値段。それの修理代が 3,000 円で済むわけないよね。一体いくらに？300万円。冗談でしょ。そんなお金持ってないよ。持ってないなら稼いで返してね。そんな。ああそうそう、クレカの件も被害届を出してるから。150万なんて使われて見過ごすわけないでしょ。ちょっと待って、私450万も持ってないよ。
持ってないなら働いて返して。まあ450万では済まないだろうけど。まだ何か請求する気？私はもう請求しないけど。あなた今日はホストクラブでどれだけ使ったの？ああ、ドンペリとか言ってたし、金額相当いってるんじゃない？いやグマ、それどうするの？どうしよう、今日は昨日と別の店に来てて、一元さんはつけにしてくれないの？はあ、それは大変ね。皿洗いでもして返す？200万なんて皿洗いでどうこうなる金額じゃないわよ。それなら無銭飲食で逮捕だね。逮捕？そんなのやだ。ほら、あなたってフェアリーゴッドマザーでしょ？魔法でどうにかしたら？私はシンデレラって、そんなボケかましてる場合じゃないわよ！助けて！誰があんたなんか助けるもんですか？そんなこと言わないで！こんなに可愛い弟嫁が豚箱行きになってもいいの？むしろ、お似合いでは。ひどい！せいぜい檻の中で反省することね。せっかく専業主婦になって気楽に生活しようと思ってたのに、無職なしなんて絶対に嫌！気楽に生活してるだけならこんなことにならなかったのに、欲を出すからいけないのよ。こうなったらトイレの窓から逃げるわ。外真夜中で真っ暗だし行けるよね。逃げるって？あなた今どこのホストクラブにいるの？この前あんたが迎えに来た2軒隣のとこよ。あー、そっか、あの通りは街灯が少ないからね。やっぱり行けるよね。私の全力疾走であっという間に逃げ切ってやるんだから。後日談。私は即ホストクラブに電話。間もなく窓枠にはまって動けなくなっているマリナさんが発見され、無銭飲食で逮捕されました。私は彼女に車の修理代を賠償請求、クレカの不正使用でも被害届を出しました。弟と離婚した彼女は実家に帰りましたが、恥さらしとは絶縁すると言われすぐに追い出されたそうです。そして今は支払いのために住み込みしながら工場で働いています。アパートは未だにボットン便所の超ボロな上に、仕事は重労働、さらに給料は最低賃金で大変な思いをしているそうです。一方の私ですが、愛車も無事に修理から戻ってきて一安心しています。これからも楽しくカーライフを過ごしたいと思います。